おはようございます。よし。腰が痛い。あんた学びなって何？朝かな。よくわかんないんですけど。よくわかんないね。意味がわかんないんですけどね。おはようございます。無料ポイント投げてください。イベント中断で無料ポイントも。なんか今日天気いいのかな。開けようかしらここ。あら、いいじゃん、天気。いいんじゃないの？いいんじゃないっすか？よっしゃ。明日から天気崩れんだ。また？梅雨はどこに行っちゃったの？梅雨は喉痛い。梅雨は太ってないっすね、全然ね。痩せてんなの。昨日だって10時間以上配信してたんで、私10時間ぐらいかな。ねえ。結構やったよね、昨日ね。久しぶりに。フワもやったね、フワもね。切り替えて、昨日の、ねえ、こっちの放送切り替えて、まあずっとフワだったけど、楽しかったよね。ご飯食べたりとか。うん。何時頃に帰ってきた？家に？いや、家はすぐ帰ってきたんで、お昼ご飯食べて、ご飯食べたらすぐ帰ってきたよね。それでちょっと昼寝して、夕方にまた料理配信みたいな。そう、翔くんっていうこの3枠でずっと料理配信して、みたいな。うん。割と早かったね。あ、ケンジ君はね、もうね、マグロ漁船乗っちゃいましたね。今日朝おはようって送ったんだけど、既読がついてなかったです。だから日曜日までもしかしたら既読がつかないんじゃないかな。それでも私は送り続けますけどね、おはようお休みって。まあタイミングが、あれなのかな、もう、船の上なのかしらと。うん。なんかまあ、電波が繋がるとこで見るんじゃないかな。記録がついたりとかさ。ね、ちょうどね。多分今は電波入ってないとこにいいんじゃないかな。うん。女と旅行なんかするわけないじゃん。何をおっしゃってますか。ピーちゃん、ミケちゃん、アサカちゃん、キョッタンちゃん、アラレちゃん、ミヤビちゃん、トモちゃん、オンミちゃん、サクラちゃん、チータクちゃん、エーマルちゃん、お茶爆センキュー。あ、ごめん、テルテル坊主だね、テルテル坊主。電波のないとこはないの？海って。そうなの？私よくわかんないんだけど、マグロ漁船電波通じんの？海の上とか。うん？あ、海の中はないけど。いや、私も乗ったことないんで、わかんないんだよね、ぶっちゃけね。マグロ漁船乗ったことないんで。そういう経験ある人って限られてんじゃないですか、結構。
今は入るの？いや、みんなね、マグロ漁船って時、マグロ漁船に乗ってるわけじゃないからね。他の仕事してんだけど、マグロ漁船っていうネタでやってんすよ。そんなに本気で囚われても、ちょっとこっちも困っちゃうっていうか、マグロ漁船ネタなんでね。いや、出稼ぎには行ってんだけど、違う仕事なんで、見バレとかするじゃん、そういうのってさ。詳しいこと言うとね。何をやってるかっていうのは言わないでって言われてんで言ってないんだけど、ね、マグロ漁船って言ってんの。当たり前じゃん。なんでそんなに金がないの？支払いが多いんじゃないの？わかんないけど。家のローンとか一人でね、払ってるからね、大きい家の。豪華な家を建てちゃったからね。それプラス、養育費も払ってるからね。家のローン、養育費。そう考えると、まあ、大変だよね、支払えばね。でね、そのダブルだから。これが家のローンだけだったらあれだけど、養育費も入ってくると、まあ、月何十万って飛ぶじゃん。ねえ、そうすると結構ね、一人だとしてもさ、結構大変だよね。うん。あ、翔くんはね、家に泊まってます。今、上にいます。私のベッドルームで寝てます。すやすや。うん。私の布団で寝てます。私のね。うん。いや、ダニには噛まれてないしょ。どうなったって何の話をしてるの？何もないよ。何もないって言ったら嘘だけど、昨日の夜のこと？昨日の夜のことを聞きたいの？みんな。じゃあ、雪だるまを投げてください、みんな。えみちょんちゃん、さくらちゃん、ぴーちゃん、ありがとう、センキュー。無料ポイントの瓶でね、雪だるまを投げてください。雪だるま作ろう。雪だるまだよ。上と下がくっついて、二つの雪だるま。棒を刺して、棒の中には、秘密のジュース。あ、てるてる坊主だ。ごめん、間違った。雪だるまじゃなかったね、これ。雪だるまじゃなくて、てるてる坊主だね、今のイベントのアイテムは。なんでケンジ君の嫌なことすんの？しょうがないよね、仕事なんだから。お仕事なんだからしょうがなくね、私だって。仕事なんだよ、これは。いや、都合のいい仕事って残業とかしないの、みんな。私からしたら、じゃあ昨日定時終わってね、その後の配信は残業だよ。じゃねえの？ねえ。あの、お仕事ないの範囲外だから残業でしょ、あれ。そうじゃねえの？パワハラセクハラなんかしてねえし。ねえ。パワハラセクハラなんかしてないですよ、イスさん。もうそういうのが侵害だよね、ほんとね。優しくない？私、ご飯代も出してさ、ね、お風呂も入らして、昼寝させて、さらにはね、夜ご飯もね、一緒に作ってあげて、放送も一緒にやって、何も文句ないでしょ。なんか文句あるかな、そこで。ん？そうだよ。いいことずくめじゃん、相手からしたらさ。なんか悪いことある？いやいや、モラハラっていうのは違うんでしょ？つくん。何も強要してないじゃん、私も。モラハラ、パワフラに当たるさ、ことがね。翔くんは一人暮らしじゃないね。なんか同棲してるね、男の子と。お友達と同棲してるって言ってたかな？渋谷で知り合った年上の男性と同棲してるって言ってた。もう3ヶ月ぐらい一緒に住んでるって言ってたかな。だからその前は、あれだよ。
なんだっけ。あの人。なんだっけ、名前が急にです。あ、そう、ヘズマくんと一緒にいたんだよ。みんな知ってるでしょ、ヘズマリュウくん。ヘズマリュウくんの付き人みたいな。ずーっと一緒にいてて、ヘズマくんが面倒を見てたんだよね。一緒にね、ホテル泊まったりとか、そう。そういう感じの関係性よ。それで私が、ね、たまたま、ほら、渋谷かなんかでヘズマくん、なんか出会ったんだよね、翔くんとヘズマくんつながりでさ。そう、なんかいろいろね、いろいろそこら辺はあるんだけど。なおちくんっていう人もいるんだけど、あの人は15歳とか16歳でしょ？翔くんは19歳だけど。結構若い子たちがね、なんか頑張ってる感じでね、今ね。ただ同世代の友達とか、そんぐらい10代の配信者が少ないからさ、今ね。だいたいもう30代ぐらいがメイン層じゃん。家出ではないって言ってたよ。高校生ぐらいの時に家出たけど、まあ最近の話だよね、それはね、高校生って言ってもね。家出ではないって言ってたよ、普通に。親とも会ってるし、みたいな。ねえ。あなたたちいやらしいね。なんなの、そう、チンポ加えただの、ジョリーさんどうでしたかとかさ。もうそういう目でしか見れない気持ち悪い人たちがいるんだね。私は本気で若い子たちをね、育てようと、体を張ってやってんのに、そういう性的な目で見るのやめてくれる？マジで。若い子。気持ち悪くない？キモいよね。ましてや10代の子なのにさ。ツイートを消したのって何の話？そうだよ。で、昨日の夜ですね。昨日の夜。一緒に寝ました。昨日の夜。19歳の男の子と。放送が終わって、じゃあ寝ようって言って、最初ダラダラしてたんで、1時間ぐらい。なんか携帯じくりながら、どうすんのってさ、寝るのって言ったら、って、ちょっともうちょっとしたら寝ますみたいな。歯磨きしたら寝ますみたいな。それで、歯磨き終わって、じゃあ寝るって言ったら、寝ましょうみたいな。で、何上で一緒に寝んのって言ったら、ああ、添い寝する約束なんで、じゃあ添い寝しますよみたいな。パワハラすぎる。いや、だから何もしてないよ。それで、添い寝してたんだけど、ね、すごいね、私がそわそわしちゃったのよ。もうムラムラしちゃって。若い男の子が一緒の布団の中に入ってて、で、あっちは全然そんな気はないんだよ。普通に腕枕してくれたりとか、なんかギュってしてくれたりとかね。なんかそんな感じじゃないんだよ。なんか友達みたいな感じ？ソフレってやつ、それ。今流行りの。そういうのをソフレって言うんじゃないの？セフレじゃなくて。なんかあるじゃん、若い子となんかソフレみたいな。ただ一緒にいて、なんか一緒に寝るみたいな、牛脂やったりとかさ。なんかあるんだよね、若い子でソフレっていうのが。あ、それなのかなとか思って。で、なんか1時間ぐらいさ、ぐだぐだしてね。結局、もう私がどうしようもない、もう寝れなくなっちゃって、あまりにもムラムラし始めちゃってさ。もう、睡眠を飛び越えてね。もう性欲が大爆発しちゃって。ね、最近エッチしてないじゃん。彼氏ともね。だから言ったのよ。ね。翔くんに、ね、最近ね、彼氏ともエッチしてないし、会ってないからってすごいムラムラするって言ったの。そしたら、って、大丈夫っすかみたいな。でも、みたいなこと言うのよ。で、でもって何みたいなさ。
でももうどうしようもなくて、寝れなくなっちゃったから、じゃあ別々に寝ましょうって。ねえ、これ以上行ったら、なんかね、とんでもないことが起きちゃうかなって。私も我慢できないし、みたいな。それで上と下で、私下に降りてきてそのまま寝たんだけどね。そう。いや、大変よ。布団の中にさ、19歳の若い子がいるんだがな。普通に考えてね、一緒の布団に入ったらね、もうエッチはしちゃうんすよ。おじさんも大変、抑え込むのに大変だったもん。で、下降りて、ね、パンツをチェックしたらもうね、びちゃびちゃに濡れてたね、びちゃびちゃに。私のパンティーがびちゃびちゃに濡れてた。びっしゃびしゃに。汚いって何？いや、19歳は犯罪、もしね、そういう行為になったとしても犯罪じゃないよね。どう思う？19歳って成人してるからね。法律変わったじゃないの。未成年じゃないっすかな。そうでしょ？未成年じゃないから犯罪じゃないっすよ。19歳まで。あと一週、ん？あと何週間後に誕生日って言ってたかな。もうそろそろ20歳になるのかな。あ、ビビアンちゃん、匿名さん、お茶バックセンキュー、てるてる。うん。でもさ、みんなもさ、私言ったんだよ。同じ布団に入ってて、ね、男と女が一緒にいたら、そういう風にならないのって。なりませんねって言われたのよ。あら、そうって。って。いや、なるよね。男の人とさ、お布団の中入ってたらさ、エッチしちゃうっしょ、みんな。しないのかな？私だけそれ。同じ布団に入っちゃったの。あ、人による？まあ、お酒入ってるとか入ってないとかさ、あるかもしんないけど。あ、でも、性の対象じゃないの？私言われたもん。いや、俺の知ってる配信者の、おかまちゃんの中で、ね、ななちゃんは一番可愛いって言われた。女の子に見えるって。そうもって。あ、れいこちゃん、きよみちゃん、てるてる坊主ありがとう、てるてる。ん？こんなね、顔近いところで言うんだよ。こんなに顔、鼻が当たってんだ、私たち。鼻が当たってて、こんぐらいの距離でそれを言われたのよ。ってやったのね。ってやったな。ふって避けられて。ほっぺにチューみたいな。お口はダメなのね、みたいなチューはさ。チューぐらいいいじゃん、つったんだけど。気持ち悪いって何よ。え、だってさ、顔を近づけてあの人ってね、ベトベトしてくんの。翔くんって足を絡めてきたりとか、密着がすごいの、あの人。すごいね、体触ってきたりとか、あの顔を近づけてきたりとかすんのよ。だって寝てる時に、ね、顔をこうやって近づけてくるんだよ、私の方に。もうチューするしかないじゃん。うん。あ、でも言ってた。その後に、ね、一番可愛いって言いながら、最後ね、下に降りてくときに、なんか、ななちゃんって、お母さんみたいな雰囲気ですごい落ち着くと。すごく包容力があって、みたいなさ。じゃあお母さんとエッチはできないよねっていう話になったのよ。そういうことできないでしょって。ペロペロペロってちさ、チンチン触ったんだ、私、ペロペロペロって。そう。ね、ちょっとね、ペロペロペロって触ったの、布団の中です。だから、お母さんはこんなことしないでしょ、みたいな変なプレイみたいになってさ。わかる？お母さんに、こんなさ、おチンチンなんて触られないでしょ、とか言ってさ。
それに私さらにね、ブラ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 ってしちゃってさ。そのね、なんかシチュエーションにお母さんと息子みたいなさ。どこが仕事なんだよって何？なんだよ、別にいいじゃん。ね、触るぐらいいいしよ。で、それ以上は何もないんだからさ、別に挿入とかね、ペロペロとかさ。いや、ペロペロはいいのって言ったら無理っすねって言われた。なんでって。なんで大きくなってんのに、お口の中に入れちゃダメなのって。いや、無理っすって、それはダメっす、みたいなさ。あ、そうねって、私も彼氏いるし、これ以上はできないけどね、みたいなさ。私もダメよって。ケンジは怒らないの。触るぐらいだったら別に怒んないっしょ。怒る。そんなしょっちゅうさ、もう名刺代わりっていうかね、私してんじゃん。リスナーさんだって触ったりとかするじゃん。いや、暴走してないよ。いつも通りね、いつも通り。いつもの対応って感じ。浮気してる？だからどこまでが浮気かって感じだよね。ただ女の子がそんなペロペロペロってやったらね、浮気だと思うけど、私はお構いよ。ね。そこら辺は、なんかみんなわかるでしょつうの。だからみんな聞いてくんでしょ、どうだったかっつうのさ。ねえ。ハンドマッサージみたいなもんよ。あなたたちよく言うよね。じゃあ挿入がなかったらエッチじゃないとか言うじゃん。いつもそう言わない私に。ね、お前はね、舐めるとか手こきだけでエッチはしてないとか言うじゃん散々。ポルポの時もそうだったら挿入はなかったら付き合ってないとかさ。その理論で言うと、じゃあお触りだったらね、ね、不倫とか浮気になんないっすよね。挿入なしなんだから。どうなんだそこ。あなたたち都合よく手のひら返しすぎじゃねえのその理論。ケンジ君が女の子になんで、いや、いいと思うよ、私は。だって会ってないし、エッチしてないんだから、他でやってても別に何も私は文句言わないよ。これが近くにいて、他の女とね、浮気してんだったら怒るけど、遠くに離れてて会えないし、ね、回数も少ないからしょうがないなと思うよ、そんな。普通にそう思わない。だってエッチができないんだから、私がね、させてあげることができないんだったら、他でね、満足できんだったらいいんじゃないのみたいなさ。ね、別に心が入んなきゃいいんじゃないのって感じ。思わないって言ってる人は、じゃあ風俗とかはダメなの？プロはダメなの？うん、私はそんなね、なんつうの、ちっちゃい女じゃないから。うん。お外はお外、家は家っていうタイプだからね。家のことをちゃんとしてくれればお外はいいですよっていうタイプ。うん。だからダメなんだよ、あなたたちは。そうやって男を束縛しちゃってさ、ね？そうやって遊ばせるのも、ね？遊ぶのも男なんだよ。ね？昔はよく言ったじゃん、酒、ギャンブル、女ってさ。じゃあ、なんかね、有名な芸能人とか、お金持ちの人ってみんなさ、そういうことしてんじゃん。でしょ？ね、貧乏人がそういうこと言うのよ。余裕がない人が。貧乏人はそうやって、ね、浮気だの不倫だのって大騒ぎすんだよ。な？金持ちのところ女なんてそんなんは了承して、ね、幸せだったらいいわって他でやってくださいみたいな感じよね。そう、解消があるかどうかの話でしょ。あら、19歳と添い寝したことあるかな、みんな。最近19歳と添い寝をしてるかな。どうだろうね、60とかね、50のじじいと添い寝してんじゃないの毎日。30代もないしよ。もう、むしろ引くわって。
いや、私の言ってることも間違ってないもんね。あなたたち改めなさいよ。そうだろ。朝からガチャ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 うるせえな。ほんとに。今日なんかヨギマも言ってたよ、枠に。あーって、朝の放送あれそうだわ。10代の子をさ、家なんかに連れ込んじゃって、って。ね、ケンジさんがいるのに、みたいなさ。じゃ、お前が未成年連れ込んでんだろ、つうさん。人のこと言えんのかよ、つうのさ。いや、今は未成年じゃないけどね。昔は未成年だったじゃん。ほら。人のこと言えねえだろって、私がショタコンだ、なんだのって言ってたんだよ。ね、やっぱり奈々ちゃんはショタコンね。ロリコンの逆、ショタコンって。男バージョンね。ロリコンの逆をショタコンって言うんだけど。いやいやいや。あなたがそうでしょみたいなさ。うん。私はショタコンじゃないからね。未成年には手を出さないから、絶対に。ちゅうか、浴場しないの。成人してれば OK っていう考えなかったの。ね？そう、法律を犯さないですよ、私は。興味がない。未成年は。成人してれば一人前の男としてね、見てあげるっていう感じ。うん。そうだよ。そう、今はもう18歳から成人だからね。18かな。だから18歳の子は大人として私は見るわ。17歳は子供だけどって、そこの境目よ。18はもう大人として私は、ね、認めてあげるし、みたいなね。そういうエッチになってしてあげるよっていう話よ。19歳までちょっと前まで未成年だった。だから変えたんでしょ？おかしいってなって。ねえ、いろいろ議論してさ。ねえ、やっぱ20歳じゃ遅すぎるかなって言って、もっと早くからね、やりましょうってなって変わったんじゃん、法律が。ねえ、いろいろ、ねえ、もう成熟してる時期ってことでしょ？ねえ、18ぐらいかな、もう成人として認めてもいいってことだよね。体的にも精神的にも。うん。ねえ。子供じゃないっしょ。あんなチンポしてんだから。ねえ、一人前の男ですよ。ん？ねえ、19歳じゃないっすよ、もうね。大人の男ですよ。やれないのになんてだかんたら、もうさ、もう、やきもち嫉妬がすごいんだけど。じゃあね、外部サイトでも昨日やっててずっと見てた人って気持ち悪いよね。ねえ、どういう目で見てるのか。じゃあ最中私が枠を開けたらね、チンポしゃぶったのとかさ、なんたらかんたらって気持ち悪いコメントが走ったんだよ。ね、気持ち悪くない？本当に。年齢確認しました。財布開けて身分証見ました。翔くんの。平成15年生まれだった。うん。マイナンバーカードが入ってて、それをチェックしてます。そう、平成15年生まれでした。そう、他人のマイナンバーカードを勝手に見ましたよ。そりゃそうで、だって私が危なくなるんだからね。もしそれがね、16歳、15歳で私が家に入れてたって言ったら大問題になるじゃん。ペニー現象って言うんだけど、それね。ペニー現象になっちゃうでしょ？だから私も自分の身を守るために、ね、お財布を開けてマイナンバーを確認しました、ちゃんと。そうですね。昨日は楽しかったね。ねえ、ご飯作って、楽しかったよね、昨日ね、何気にね、夜の放送さ、ねえ、外部サイトでやったりとかね。うん。ツイキャスはね、ひどかったね、朝の放送はね。プレゼントを配るっていうね、話をしたんだけど、もういい加減にしてって感じ。え？いい加減にしてよ、本当に。虚偽通報をいい加減にして。虚
ちょいすぎるよね、本当にね。なんで嘘をついてさ、わざわざ警察にさ、電話するわけ？いや、脅威でしょ、だって。ねえ。じゃあ、まず一発目。一発目のね、警察来た時の理由。なんだと思う？行列ができてて、ね、並んでて歩行のね、周りの人の邪魔になってると。ね、一人とか二人だよ。邪魔になんないじゃん。行列なんかできてねえんだよ。昨日は珍しくね、リスナーさんが来なかったんだよ。いつもはね、100人とか200人来んだけど、昨日は見事にね、人が少なかったんですよ。ね。行列なんかできてないんですよ、イスさん。もうスカスカ。なんでおすすめが香川さんに負けてる、みんながアイテム投げねえからだよ。投げろよ！無料ポイントくれ。どれ？もう4番目になっちゃってんだよ、4番目。これね、無料ポイントバーって投げれば上にまた復活するかの。10分後ぐらいに。少ないってことで、人数の割には。え？投げてよ。おすすめ下がってんじゃん。投げてちょうだいよ。何の話してたんだっけ？忘れちゃった。あ、それでね。行列なんかできてない。それは虚偽じゃない。あ、虚偽通報じゃない。どう思うみんな。嘘じゃない。行列ができて、道をね、塞いで邪魔をしてると。一人しかいないのに、どうやってね、行列になってて、道を塞ぐのよと。そこどう思う？実際聞いてみてどう思う？それは嘘ついてお電話してますよね、警察に。迷惑行為でございますよね、はっきり言って。じゃないの？じゃ、よーく考えて、この話を純粋にね、言葉だけで捉えて。ね、並んでもないのに並んでる。ね、邪魔をしてないのに邪魔をしてる。嘘でしょ。そこで嘘をついて警察を動かしてんじゃん。だったらさ、もっとさ、ついてくるとこついてきなよって感じでね、嘘をつかないね。だから下手くそだっつってんだよ。ね。で、二つ目。ね。周りを映してて、ね。あの、周りの人が迷惑かかってると。周りなんか私映してない。自分の顔と手元しか映してなかったんだよね。どうですか、そこは。ん？どう？映ってもないのに映ってると。さあ、どうでしょう。これも脅威ですよね。うん。だから、なんだかんだ言い訳して、そうやって邪魔をしたいというね。ちょっと幼稚っていうか、脳みそがちょっとね、もうちょっと回転できないのかな、みたいなさ。いや、映ってたって言っても一瞬とかでしょ？風景だから、そんなんは。じゃねえの？ねえ、だったらもう外配信してるみんなに言ってよ。私だけじゃなくて、外配信してる人みんな映ってんじゃん。映ってないんですか？ずーっと自分の顔ドアップで映してる。周り映り込んでるよね。どうですか？それで、ね、じゃ周り映してるからって警察来ますか？来ないよね。おかしいよね。そうでしょ。な、ここの人はもう過剰に反応しすぎ？なんかコメント欄でね、星がついてる人とか面識ついてる人も、奈々ちゃんなんとかなんとかかんとかって心配するの。だからそういうのはいらないっつってんじゃん。そういうのが余計ね、過剰に、そういう反応を見たいがためにみんなやるんだよ。別に私がどうのこうのじゃないの。ここで目立ちたいとか、ね、そういう反応を見たいからふざけてやってるだけなんだよ。別に私のことがね、本当に嫌いとか殺してえなとか、そういうのじゃねえんだよ。だろ？だったら直接来て私を殴りに来るじゃん。私のことどうしても許せないとかね。で、一切そういう人現れないでしょ？私外とかにいてさ、そういうなんかアンチみたいなの、突みたいなの全然ないでしょ？他の配信者ってあるんだよ。文句言いに来たりとかさ。ね。
なんでそう思うのってんで、私だったらそうするからね。もしね、本当にね、ムカついたら直接会いに行って文句言うわ。だって場所なんて分かってんだからさ。いや、許可取りなんていらないよ。じゃあ、駅の中で許可取りが必要なの？駅の外で、ロータリーで。じゃ、そんなことを言っちゃったらね、じゃ、駅でちょっと座ってお弁当食べてるだけで、道路使用許可を取んなきゃいけねえのか、わざわざ。やってんの、それ。道路を通るだけ、カメラを持って通るだけで許可証を持たなきゃいけないのって話になるね。ね、難しくない、それ。外出て、じゃ、道歩いてて許可証をね、取らなきゃいけない。今日はここ歩きますとかさ。できないでしょ、現実的に考えて無理じゃないの。許可とか言うけどさ、じゃあやってくれよ、取れんだったらやってくれよなあ。リスナーガチャガチャ言うじゃん、そのことね。許可、じゃあやってよ、私の金できないかも。うん。配信しなければいい、じゃあ見ないでください。逆に言わしてもらいますけど、こちらから言うと、じゃあ配信しなければいいでしょ。じゃあこっちからすると見ないでください、そういう人は。嫌な人は。じゃないの。不快な人は見ないでください。私は楽しくやりたいんで。じゃあヘリクツじゃないでしょ。なんで普通に楽しく見れないんだろうみたいな。だって別に炎上させるためにやってるわけじゃないし、リスナーさんにただプレゼントをあげるっていうさ、楽しい企画じゃん。リスナーさんも喜んで、ねえ、私もリスナーさんと直接お話しで、できてってさ、それをなんか変な曲がった感じで見る人ってなんかキモいよねっていう話よ。なんかちょっと性格曲がってない？うん。だから、こういう配信を見てて、あら探しとかしてる人って、やっぱりなんか、普段、日常で満足できてない人か、幸せじゃない人なのかなって思うよ。インターネットでガチャガチャさ、書き込んだりとかね、文句言ってる人って。うん。なんか、かわいそうな人って私思う。ぶっちゃけね。だって、日常でね、満たされてたりとか幸せだったりとか、そういう人って何も文句も言わないし、人にも何もしないし、そう感じやん。そういう考えすらもう生まれてこないじゃん。うん。そうでしょ？そんなの気になんなくなってくんだよ、満たされてたの。それは違うよって何？何が？じゃあ言わしてもらいますけど、私ね、リスナーのツイッターとか見ますけど、ね、食べ物屋さんで動画ね、勝手に撮ってたり載せてたりとかするかね、写真撮って。あれ全部許可取ってんのか？なあ。勝手に撮ってんだろ、あれ。道端とかで写真撮ってるよね、動画も撮ってるよね。一回一回撮ってんのかな？ああいう施設内とかさ。自分たちやってないのにさ、どうなの？じゃ、生配信とか関係ないよね。じゃ、この間の三流もそうだけど、動画撮影はダメっていうところもあるからね。今、だいたいダメなんで、施設内ってさ。ね、配信がダメじゃなくて、生配信関係なくね、動画撮影はダメとかね、写真撮影はダメっていうところあるんだよ。そう。あんたは金稼ぎ？何を？全然金なんか稼いでない。昨日なんて2万円とかだよ。な、金稼ぎっていうの、2万円のことを金稼ぎっていうのか。足りねえよ！もっと稼がせろよ。だったらよ。え？でもね、営利目的のものを見てるってことは、あなたたちも同類だと思うよ。でね、無料で見てたとしても、その放送あなたたちも見てんだからさ、私の営利放送ね。ね、それを見てんだから、あなたたちも責任があると思いますけどね、私ね。少なからず。そうじゃないの。うん。でもね、別に警察の人とかは、
ね、すごいなんか対応とか良かったし、ね、ちゃんと私も謝って途中で放送切ったのよ。だからそんな感じでいいんじゃないかなって。だってどこにいても警察呼ばれるし、公園とかでやっててもね。あんな感じでいいんじゃないかな。じゃあね、みたいな、また明日ね、みたいなさ。ね、言われたらまあ、移動したりとか。ね、現実的に道路使用許可っていうのは難しいんだよ、ガチで。外配信の時ね。あれが出んのに3ヶ月とか1ヶ月かかんのよ。外配信で道路今日、許可は結構難しい。うん。そう。な、まあ、しゃーないな、みたいな感じ？うん。いや、おっきいさ、会場を借りるっていう、だからゲリラっていうさ、企画だかな。いや、私、ほら、でっかいイベントとかだったら借りるけどね。うん。そうじゃん。なんかプレゼントとか、例えば100個、200個配りますとかだったら会場借りてもいいけど、それだって金かかんだからさ。じゃないの？ああいう場所借りんのに5万円とか6万円とか借りんだよ。うん。警察も別に問題ないっつってたもんね。移動してくれれば別に問題ないっつってたんだからさ。そこら辺どう？当事者同士、そうやって話し合って、ね、別に何も揉め事なく終わってんだからいいんじゃないのっていう話。ね、そういう気をつけ方でいいんじゃないのって。まあ、キックさえしなければね。うん。はい、もうガチャガチャいなくなりましたね。スローペースになりました。そんなもんでしょ？私は10時間、20時間同じ話をできますけど。戦いですよ。はい、私の勝ちですね、今日も。路上で物配るんだって物配ってる人いるじゃん、みんな。配信者でもいない？なんかプレゼントを困ってる人いないかい？普通に配ってんじゃん。ビラとかも配ってんじゃん。あれ全部許可取ってんのかってさ、取ってないでしょ。ビラ配りも、ティッシュ配りもさ。思い出されてんの何回も見たことあるけどね、私ね。あ、でもね、会場を借りてね、やるやつはね、今年考えてるんですけど、かき氷をまたやろうかな、みたいな。ねえ、かき氷の配信あったじゃん。深夜チョくんとかさ、ナーボーが来てくれたやつ。あれは、がっちりね、また会場を借りて、かき氷をリスナーさんに配ろうかなっていうさ、今年の夏ね。うん。それいいっしょ。だそういうのは、会場やっぱ借りなきゃダメだしね、移動できないからさ、いざっていう時ね。うん。トラブルにはなんなかったよね。前回もなんなかったよね。普通にだって貸し切りな、お店を貸し切りしてね。かき氷は衛生なんたらいらないんです。ごめんなさい。うん、勉強不足ですね、あなたね。かき氷はいらないんです、保健所の許可が。だからかき氷なの。いらないんです。氷系はいらないの。いらないの。それ全部調べてあって、去年やってるから。保健所の許可なんて一切ありません。調べてごらん。かき氷許可って調べてごらん。こう、かき氷は特別なんですよ。他のね、フランクフルトとか焼きそばは必要だけど、かき氷はいらねえんすよ。今年から改正されたの、じゃあザリガニ配ればいいんじゃないの？かき氷じゃなくて。ねえ、その汚ねえ顔にザリガニつけてやるよ。これ、はい、プレゼントっつってさ。鼻かなんか挟まれればいいんじゃないの？ねえ、匂いが一緒じゃん。汚ねくせえさん。ザリガニくっつけてやるよ、顔面に。ひどいじゃない。やりそうでしょ？私やるからね。うん、そういうことやっちゃう人だから。知ってるでしょ、みんな。ねえ、ザリガニを顔面につけてやるよ。暴言で離れてた人いないね。みんな喜ぶもんだって、私の暴言は。うん。
ねえ、このクソババーとかさ、目の前とかでも言うけどさ、普通になんか喜ぶよね。ここのリスナーさんたちって、結局はなんか、けなされたいみたいな。いや、顔をシワシワはあれはレアでしょ？ねえ、お手紙が届いてね、顔シワシワって言われてショック受けましたっていうの。あの人は多分そんなに私の放送とか見てなかったんじゃない？じゃなかったな、ねえ、そうじゃない？ねえ、シワシワとか普通に言うじゃん、私でね、ちょっとぽっちゃり系ね、とか妊婦さんですか？とかさ。そういうのあるじゃん、なんてさ。イメージ違いみたいな。内容証明が来てたとしても、内容証明に法的拘束はないかも。注意書きみたいな感じ。みんな内容証明、内容証明言うけど、内容証明って一段階前じゃん。そうじゃない？それによって別に裁判が始まるわけじゃないし。そうじゃ、内容証明というのは、まあ、注意してくださいね、みたいな。ちょっと、こういうこと言いたいですよ、みたいな証明じゃん。送ったことを証明するね。例えば、借金とか100万してて、で、100万円のね、内容証明、送ったりとかするけど、まあ、証拠とか、注意みたいな感じでしょ？内容証明自体の法的拘束はありますか？あ、みんなバカだからわかんないか、何話してるか。バカだから。え？法律もわかんないですか？そうやって。わかってる？内容証明の意味って。強制格好悪いって絶好調なんだけど、私。ねえ、絶好調。今週の一番の絶好調って感じ。あ、トラチャッチャちゃん、ちゃんちゃん、まーちゃん。てるてる坊主、センキュー。ナイス。さあ、どうぞガチャガチャ言ってください。さあ、ストレスを発散してください、ここで。ずーっと見ててあげるかな。ずーっとずーっと見ててあげるかな。私がじーっとね。ね、飽きるまで、じゃ帰ってごらんよ。私は飽きないから、それ見ててもさ。洗濯はさっきしたよ、朝一。だから今日、コインランドリーにぶち込むけどな。今日は追加するのメンバーシップじゃない。メンテナンスなんで10時からね。またメンシップ放送をしますけど、まあその時に、コインランドリーに行こうかな。で、翔くんは、お昼過ぎぐらいに帰るって言ってるかな？まあ、そこで見送って、みたいな。メンシップの中で見送ろうかなと思ってる。そう。メンテで切れて、メンシップで翔くんとまあ、ご飯かなんか食べて、まあ、見送って、みたいな。まあ、洗濯とかいつものことして、みたいなさ。そんな流れね、今日は。うん。今寝てるって。で、今日の朝の放送には出さない。メンシップで出します、翔くんは。ここでは出しません、この3時間で。期待してもしょうがない。メンシップに入ってくんなきゃ見れないですよ、翔くんは。なんでわざわざメンシップを？だって一人の企画をなんたらって言うじゃん。ねえ、朝の配信、朝の放送に配信者を出すなって言うでしょ、みんな。それを守ってるだけ。ねえ、奈々ちゃんね、一人の企画が見たいって誰でも言うでしょ？うん。うん。そう、だからメンシパ入ってくださいね、もし二人の絡みが見たい人は。OK？ なんかさ、今年の夏はやばいみたいね。危険な暑さみたいな、もう嫌なんだけど、もう暑いの。やっぱ予想通り暑くなるんだね。
危険な暑さで気象庁が3ヶ月予報を発表したらしい。9月からの3ヶ月、今年の最も危険な暑さが予想されてると。夏の猛暑をもとなす太平洋気圧が平年以上に日本の南へと張り出す見込みだと。このため沖縄から関東にかけてはいつもの夏より暑くなる予想で、特に西日本や沖縄、奄美大島でね、50% 以上の高確率で平年より気温が高くなると。で、今年も、猛烈な暑さが予想されてるため、十分な熱中症対策を呼びかけてると。だ相当暑くなるってことだね。50% に、だから半々ってことだね。半々の確率ね。ゼロワンくんの格闘技の会場は冷房がないの？嘘でしょ。だってさ、あれさ、開催するの何月だったっけ？嘘でしょ。7月？いや、死ぬよね。だって100人ぐらい人が入るんでしょ？やばくない？ 100 人以上人がいて、ぎゅうぎゅうで、エアコンがないと結構やばくない？死人が出んじゃないの、ガチで。熱中症になって。だって私たちだってさ、衣装を着たりとかするんだけど、それすらもダメかもしんない。着物とか私着ようかなと思ったけど、それどころじゃないんじゃない？エアコンないとこで、ねえ、40度とかさ、言っちゃってね。水着でやるしかないかな、シースルーとか。どうも、夏の100人集まる会場にエアコンがないんだよ。全裸か水着しかないんじゃないかな、本当に。あ、貧乏ちゃまスタイル？後ろを切って？貧乏ちゃまってみんな知ってる？お坊ちゃまくんの。後ろだけね、布がないのよ。前は布で隠されてんだけど。ふわっちはでも水着はオッケーだったような気がするよ。普通に海とかでみんな配信してるもんね。ツイキャスは規制食らうけど、ふわっちってプール配信とかできんねん。あの、海とかで泳いだりとかさ。普通に水着で女の子とか、海とかで配信してるよ。うん、そうだよ。ひどんなちゃんとか多分ドレス着てくるか大変よね。ひろきもね、かつらかぶってるから頭ん中ね、もう汗で蒸れちゃって大変よね。熱中症になるよ、ガチね。ひーちゃんとか大変じゃないね。夏のかつらは大変よ、本当に。汗だくになっちゃってさ。うん、まあ、選手とかさ、上とか脱げるからいいけどさ、ね、半裸っていうか、倒れる可能性あるよ。じゃあなんか小型のさ、エアコンみたいの売ってないのかな、アマゾンとかね。ポータブルエアコンみたいの。氷を入れて、なんか冷風を出すみたいの、なかったっけ？なんか市役所とかでなかったっけ、昔。学校でもなかったっけ？なんちゃってエアコンみたいな。氷を中に入れて冷風を送るみたいなさ、サーキュレーターみたいな。ああいうの用意しなきゃダメなんじゃないの？うん。だって、猛烈な暑さになるんだよ、今年。ふわっち規約。下着や水着での配信。男性の上半身露出。過度に肌の露出が見られる配信を禁止。入れ墨やタトゥーが強調される配信。あ、ダメなんだ。へえ、じゃあなんでやってたんだろう、海でみんな、女の子たちは。たださ、タトゥーはちょっと厳しすぎだよね。私思うに、入れ墨とかタトゥーってさ、いいんじゃないかなと思うんだけどね。
今の考え、今時の考えで言うと、なんで入れ墨とかタトゥーダメなんだろう。じゃあ日本だからって、日本なんてだって入れ墨の文化じゃん。昔かな。江戸時代の人とかみんな入れ墨入れてたでしょ？もっと遡れば、日本結構入れ墨入れてたよね。あ、縄文とかさん。子供のため？なんで？入れ墨と子供がどう関係あんの？企業と絡んでるかな？なんでアスリートとかもみんな入ってんの？あの広告とか出てんの？入れ墨を入れてる人はヤクザだかな？そんなことないっしょ。おしゃれでしょ、入れ墨って。イメージの話だけで、そのイメージが古すぎない？ねえ、そのなんか、そのイメージがめっちゃ古いイメージよね。今なんかおしゃれでしょ、入れ墨もタトゥーも。私は入れないけどね、痛いかな。私入れ墨入れてる人とか結構好きよ。あらって、綺麗なお絵描きね、つってさ。ね、色入ってるお絵描き好きだかな。白黒のはあんまり好きじゃないけどね、入ってないやつを。いや、和彫りがかっこいいね。洋彫りなんてね、ダサいよね。あんなバラの花とかさ。7じゃねえんだからな、映画のさ。あんなバラとかさ、なんか変な名前とか入れてる人いるじゃん、なんかローマ字とかね。和彫りはめっちゃかっこいいぜ。こ、ね、恋とかさ。そう、ハンニャとか入ってたりとかさ。あれはね、もうアートだと思うよ、私は。芸術。だって、彫師さんが体にね、絵を描くっていうキャンパスに。ね、時間もかかるし、お金もかかるし、やっぱ技術も必要だし、文化だし、アートだと私は思うな。なんかお祭りみたいなもんよ、日本で言うとね。太郎くんのも結構綺麗に入ってたね。スーって。ちょっとね、腕から見えたけど、TJ さんのコカ・コーラにしか見えないの。それ。そうなの、私、じっくり見たことないな、TJ さんの墨を。ただ、入れんのはさ、痛いからね。そう、なんか肝臓系にも効くっていうしね。肝臓悪くなったりとかする人もいるみたいな、中にはさ。ね、直接だって体に墨を入れんだかな。こうね、傷を作って、そこに染料を流し込んでるかな。やっぱりまあ体には良くないよね。普通に考えて。毒なの？墨って毒なんだ。昔私墨汁飲んでたりとかしてたけどね、ふざけてね。おい、藤沢とか言って、墨汁飲めよとか言われて、友達に墨汁飲まされてたよ。ごぼごぼごぼってさ。何味？なんか苦い味だね、墨汁ってね。苦め。いや、いじめじゃないよ。なんつうの、ひょうきんなキャラだったかな、私。なんかやれって言われたら何でもやっちゃう人だったの。あの、面白ければいいみたいなさ。なんかお笑い担当みたいな感じだったかな。墨汁飲んだり、あとなんだろう、踊ったり歌ったりとかさ。まあ、今と変わんないよ。ポジティブすぎる。いや、いじめは受けてて、陰湿ないじめは受けてましたよ、本当に。教科書隠されたりとか、上履きに画鋲が入ってたり、あと水を頭からかけられたりとかさ、ああいうドラマみたいなことはやられてたし。あと、なんか、なんでもないのにつねられたりとかさ、ギャーとかさ、耳引っ張られたり、もう後がつくぐらいつねられたりとかね、殴られたりとかもね。でも、ひどいって言うけど、今思うと、なんか別にいいんやった感じ。別にいじめられてたけど、なんか今思うと、なんかもう、いい思い出っつうかさ、あ、そういうこともあったなぁ、みたいな。今、その人で仕返しをしたいとかね、やり返したいとかないよね。思いね、若気の至りみたいな。
いや、全然、その時は嫌だったけどね。いじめられてた時も。すごい嫌だ。泣いたこともたくさんあるけどさ。なんでやり返せなかったの？一回やり返したんだけど、すごい問題になっちゃったんです。私をすごいいじめてる人も、ね、なんかこんなブランコがなんか揺らしたのよ。後ろからね、この野郎っつってさ。そしたらその子がボロンと落ちちゃって、歯がなくなっちゃったんで、前歯。それで、めっちゃね、先生に怒られて、親も呼び出し食らってね、すごい謝って。うん。仕返ししたらね、歯がなくなっちゃったの、前歯が。そう。結構ね、3メートル、4メートルぐらいあるとこから落ちちゃったね、こうやってガーンつってさ。そしたらここ全部前歯がなくなっちゃったの、ボロって折れてさ。そう。それでうちのお母さん呼び出しよ。でも私はね、言い張ったけどね。ね、わざとやったんじゃないと。私はやってませんと。そう。うん、でもなんか結構いじめられてたからね、なんかね、ぐち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 さ。うん。健康保険料いつ払うの？あー、これね。忘れてた。でもそんなに急いで払うもんじゃないんで、まあ今日払ってもいいけど。やだねー、またお金が。はぁ、合計、いくらだっけ ?160 万だっけ？うわ、払えますよ、今日。はぁ、160万円なくなっちゃうのか。支払いばっかでやだね、お金ばっか飛んじゃってさ。支払いの時ってやっぱやだよね。喜んで支払いをする人っていないよね。いる？私は毎回ね、家賃を払う時も嫌なんだよ。支払いするとき。ここの家賃13万円なんだけど、そのね、20日ぐらいに大体私振り込むんだけど、毎回ね、あーって、今日家賃振り込まないと、みたいな、その。もっと高くなるの来年かな、に保険料とか。やだー、なんかどんどんね、そういうの高くなっちゃって。私たちのあれも高くなるみたいですよ、こちら。もうやだーん。ビッグマック500円になるんだって。もう最悪。ビッグマックが500円に、マクドナルドが184店舗での値上げを発表。まあ、時給が高騰したって問題かな？マクドナルドの。働いてる人ってことかな？たださ、ビッグマック500円高いよね。そうさ、世界のさ、ビッグマック指数ってあってさ、それで経済を測るみたいなのあんだけど、指数みたいの。日本はビッグマックはまだ安い方なのよ。国によってはビッグマック1000円のとこもあるし、あの中東系とかさ。日本は全然安いね。安いんだけど500円って高いよね。で、なぜ日本ではそれが500円が高いかっていうと、やっぱり給料が上がってないからでしょ。給料上がってない分物が上がってるからめっちゃ高いねっていう話になるんだよ。これが給料ね、1000円とかみんなアップになってて、ね、物が上がってんだったら全然ね、高くないと思うんだよ。うん。いや、給料安いよね、日本ね。だって海外は4000円、5000円時給もらえるんだぜ。普通の、例えば日本のコンビニのアルバイトみたいな感じでも4000円とか5000円もらえるんだよ。やべえだろ、日本の給料1000円とかさ。うん。旦那さんの給料も安すぎなの？だって支払いとかでさ、半分以上なくなっちゃうな。貯金さ、みんな多分さ、うまいことさ、貯金してると思うけど、なかなか溜まってかないよね。支払いで消えてくみたいな。で、車とか持ってる人とか、ローン組んでる人もっと大変なのかなと思うよ。ね、半分以上消えちゃってるような感じでしょ？むしろ足りない？うん。
しかもさ、貯金してもさ、全然あれ利子、利息みたいの増えないよね。あれ何あれ。お金預けてんのに、全然バックがねえじゃん。あれちょっと増やしてほしいよね、利息をさ。で、だから例えば、じゃあ100万円入れたら10万円利息ついてほしいよね、1年間で。どう破綻しそうだけど。そんぐらいつけてよ、みたいな。100万円入れたら年間10万円ね、ね、もらえる、みたいなさ。そんなんあるかって。でも昔とか結構あったんでしょ、その。利息が高い時は、じゃあ100万円入れて、1万円ぐらいは多分ついてたと思うんだよね。今だってさ、100万円入れてもさ、1円とかでしょ、多分。何円とかの世界に10円すらつかないんじゃないかな。1000万円でやっと100円ぐらいじゃない。つかないよ、0. 何パーセントとかでしょ。あ、セブンイレブンのチキン南蛮美味しくなかったって昨日私が紹介したやつ？あれ美味しくない？冷たくても食べれるチキン南蛮でしょ？私は美味しかったけどね、あれね。温めなくても冷たいまま食べれるんだけど、冷たい割には美味しいなと思ったけど。うん。なんかね、うちの彼氏が美味しいよって言って私がハマっちゃったんだけどね。売り切れてた？嘘でしょ？昨日セブンイレブンからチキン南蛮がなくなっちゃったの。紹介しちゃったから。すごいね。本当になかったの。こういうのインフルエンサーって言うんじゃない？私結構インフルエンサーよね。だって昔ね、100均で売ってるダイソーの商品で9番を私紹介したの。これいいよって言ったら全国のダイソーからそれ消えちゃったのよ。もう入荷待ちみたいな。どこ行ってもその9番なくなっちゃって。いや、たまたまじゃないのよ。最近売れてんですよねってさ、店員さん言ってたもん。急に売れ始めたんですよって。私のおかげとか思ったけどね。いやいや、盛りすぎじゃないよ。そういうのって結構効果あるんだよ。だって私はね、黒色と白色を買ってたんだけど、黒と白がなくなって、ね、赤と、ね、グリーンとなんかいろんな色があったから全色なくなっちゃったのよ。ヒカキンの味噌ラーメン食べたあれまずいじゃん。あれこそバカだよね。あれ美味しい。なんだっけ、ヒカ味噌だっけ、なんだっけ。なんか流行ったじゃん。あれ美味しくないよね。あれ美味しいって言ってる人さ、味噌ラーメン食べたことないのみたいな。いや、カップラーメンの中でも美味しいけど、味噌ラーメン、お店の味噌ラーメンじゃないよねっていう話よね。うん。あれはね、なんかね、私麺がダメだった。麺がやっぱカップ麺なんで、味噌ラーメンだけど、味は美味しいんだけど、麺がまずいみたいな。でももったいないパターンあるよね。味は美味しいのに麺がちょっとクオリティ下がってるカップラーメンって多くない？なんで麺までちゃんと作ってこんないのみたいなさ。これ麺まで美味しくすれば絶対美味しくなるのになみたいなのいっぱいあるじゃん。うん。いや、わかる。本当に札幌一番の塩ラーメンが最強っていうのはわかってるよ。結局そこに行き着くのよ。なんだかんだね。そこに戻っちゃう日本人は。あれは最強なんだよ。だからあの札幌一番味噌ラーメン別物なの。あれはもうカップ麺とかそういう次元じゃなくて、別物の食べ物みたいな。違う、別ジャンルみたいな。再放送じゃなく、ふじみちゃんみたいに楽しい旅配信をしてよって何が？はぁ？何をおっしゃってんですか？あなた、どうやって、藤見先生と私をまた比べっこしてるのかな？藤見ちゃんは藤見ちゃん、奈々ちゃんは奈々ちゃんなの。藤見先生は何、旅行に行ってんの今。
私ごめんね、昨日忙しくて放送見てないんだけど、藤見先生の。どっかに行ったのかな、旅行に。ね。ね、旅行配信を見たい人はそっちを見て、ね、こういう私みたいにスクラッチ見たい人はここに集まればいいやん。あ、ホタル見に行ったんだ。あー、時期的にそうかな。ホタルね。たださ、配信でホタルを撮ると、うまーく撮れないの、綺麗に。星とかもそうなんだけど、このさ、これがダメなんで、ついていけないんだよね。これがうまく撮れないの。こっちだと撮れると思うんだけど、あんまりね、こう、臨場感が出ないし、光とか、暗闇の中の光とかうまーく撮れないの。うん。うまく映ってたの。だから。なあ、なんなの。じゃあね。じゃあ、私風にアレンジするよ。そのホタルをじゃあ、撮るとしたら、体全身にホタルつけちゃうとかね。ホタルマンになるとかさ。私だったらそうする。ね。藤見先生はじゃあ、綺麗なホタルをね、旅館撮って見に行きますと。私は全身ホタルマンつってさ。それで甘い水を舐めに行くとかね。そうでしょ、綺麗な水を舐めに行く、ピョンピョンつってさ、全身ホタルマンでね。何言ってんのって何。じゃあホテルマンでね、ホタルマン全然違うわ。でもね、私ね、さっきのコメントしてる人、藤見先生の枠でも見てるの、同じ人。あっちの枠だと、おい、藤見と、藤沢みたいに面白い企画をやれってあっちでも言ってんの見てるから。嘘つき！いいなぁ、ホタル見に行きたいなぁ。ねぇ、いいね、ホタル配信。なんかほんわかしそう。そういうなんかほんわかした配信よね。旅行行って、なんか綺麗なもの見るとかさ。美味しいもの食べるとかね。ちょっと待ってね、なんか急に、これ血圧高いんじゃない？クラクラすんですっけ。また。一回測るね、朝。急にね、ちょっとね、頑張りすぎちゃったかな、おじさん。頑張りすぎてクラクラしちゃった。高いな、上が高いな、下は下がってるけど高いな。朝でこれか、夜だと40超えるね。朝がこれだったら高くないの。みんなってさ、血圧ってどれぐらい測ってる人いる？ちょっと書いて、上と下をさ、だいたいこんぐらいよって、私はこんぐらいよって書いてみて。だいたい上と下100と60。あー、じゃあ100ぐらいが普通なんだね。100と70ぐらいが普通なのかな、血圧って。どうなんだろう、そんな感じ。いやね、最近ね、またさ、こっちも来ちゃってんの。一昨日ぐらいかな、なんかすごい痛くなって、心臓が。
うわーって、せいろがんじゃなくてさ、お薬あるじゃん、いつも飲んでるやつ。あれなんだっけ、名前。休診管。あ、休診がね、家の中になかったの。すーってずーっと痛くて、結構長かったんだよ。いつも動悸みたいのは、長くても5分以内で終わるの。それをね、超えちゃったのよ。ちょっと怖くなって、ずーっとギューってなってるかな、ピリ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 。じゃあこれどうやって直せばいいんだろうと思ってさ、水を、こうやってゆっくり通してったのね。ゆっくり飲んで、ゆっくり水を流してったらなんか良くなったんだよ。なんかわかんないんだけどね、それでよく治ることが多いのよ。その方法ね。こう水をふーって通して、ゆっくりゆっくり飲んでくみたいな。多分呼吸とかも、ゆっくりになってんのかな。なんかその方法が私には効くんだけどね。あとなんかこういう、痛くなった時に、ね、こういうポーズがいいの、こういうポーズ。これだとなんか、柔らぐんだね。こういうポーズ。赤ちゃん、なんつうの？普通にね、こうやって横とか、こういうのだと痛くなんで、すっごいギューってなるの。あと、仰向けとかさ。あと、立ったりとかすると、もう、なおさらよ痛くなるね。このポーズが一番いいんだよね、このポーズが。こうやってやるの。ここに手を置いて、こうやってお尻を上げるのが一番いいんだよね。そうすると、なんか柔らぐことが多いんだよね。だから、健康診断のやつがさ、ほら、40歳のやつ来たじゃん。あれ、行きたいんだけどね。まだ予約取ってないのよ。無料でさ、40歳になると、全部健康診断できるんだよね。それが、この間ほら、届いたんだけど、役所からね。うん。そうなんだよ。あ、予約なしで行けんのあれ。そうなの？だって準備とかないのかな？ゼリー全部食べちゃった。どうしよう。ゼリー。いや、翔くんがさ、あのゼリーめっちゃ気に入ってね、全部食べちゃったんだよ。ゼリーばっか食べてたからね、昨日ね。うちで。あのゼリーさ、私ここで朝食べてたさ、みんなまずいって言ってたじゃん。あれ美味しいよね、あのゼリーね。うまくない？じゃあ今日の朝ごはんはこれにしようかな、ヨーグルト。今日の朝ごはんこれです。飲むヨーグルト。いや、寒天の、セブンイレブンで売ってる寒天のさ、ゼリーがあるんだけど、それがね、結構ね、美味しいんだよ。これ飲むヨーグルトね。これは、6月25日まで。この間買ったやつだから。で最近ね、抹茶も私ね、ハマってんのよ。抹茶。これ。これさ、これ好きで、この森藩っていうとこの、濃い抹茶パウダーっていう、これ結構ね、甘いのよ。抹茶なんだけど、砂糖が混ざってて、みたいな。これパウダーなんだけど、この中にね、結構砂糖が入ってん。抹茶パウダー、良質の抹茶をたっぷりと使用してると。抹茶独特のコクがある飲み物が特徴と、砂糖とブレンドすることで溶けやすくしてますと。だから元から入ってんだね。ドリンクメニューにご使用いただけます。スムージーのシロップにヨーグルトに混ぜたりいろんな用途があると。だからこれでヨーグルト私混ぜてみたら美味しかったんだよ。ここに。あと牛乳？牛乳でもいいよ。ここに入れんのよ。だから普通にあのスターバックスみたいな味するよ。クリームとか入れてもいいかもしんない。ここに、こうやってね、まあこのパウダーを入れるんで、ジョボジョボってね、ヨーグルトに。
それで混ぜ混ぜするだけ。でもさ、ここ有名なのか、有名なのこの森藩ってとこ。店舗年改装業って書いてあるよ。森藩。店舗年っていつだろう。京都の宇治抹茶って書いてあるよ。店舗。あ、有名なんだ、ここの森藩ってとこ。美味しいもんね、これね。いや、ステマとかじゃなくて、うまいんだよ、この抹茶。普通の、なんつうのかな、お店の味がする。カフェとかのあの抹茶の味？だカフェとかここのやつを使ってんじゃないかな、みたいな。なんか味が似てんのよ、ああいうスターバックスとかね。これはスーパーじゃなくてね、アマゾンで買ったん。6000円ぐらいかな。これで今ヨーグルトと混ぜましたね。こういう感じ。あれ、そんな高くなかったかな。ちょっと待ってね、今調べてみる値段ね。この抹茶パウダーの。ですね。ちょっとで甘いんで、これ。甘いの苦手な人はダメかもしんない。結構甘いからね。あ、ごめん。業務用1611円の 500g 入り。これだね。これこれ。1611円。うん。で、まあ、まあまあ高いんじゃない？わかんないけど。抹茶がどんぐらいね。ちょっといただきますね、これ。ヨーグルト抹茶。うん。美味しい。最高じゃん。でも牛乳の方がみんな好きかもしれない。私はヨーグルト好きだからあれなんだけど、牛乳で割った方がみんなは好みかもしれない。ヨーグルトと抹茶ってね、意外と合うのよ。この苦味と甘みと複雑な味。ヨーグルトの酸味、苦味、甘みが、キューッと混ざって、なんか、口の中めっちゃ臭くなるんだけどね、なんか。飲んだと、すんごいことになるんだけど、いろんな成分が。あ、豆乳とかでいいんじゃない？豆乳でも全然美味しいと思うよ。うん。でも私、ほら、普段ジュース飲まないから、朝とか別に飲んでもよくない？一日、一回もジュース飲まない日とかいっぱいあるし、ねえ、やっぱりダイエット中だけどデザートとかさ、甘いもんが欲しくなるのよ、すごい。すんげえ甘いもんを欲してるのよ、ね。だから飴舐めたりとか、チョコレート食べたりとかね。うん。ヨーグルトは太るの。だってみんなヨーグルト食べてっしょ。ねえ、牛乳も飲むし、ヨーグルトも食べてんじゃん。なんで私だけダメなの？ねえ、そこまでシビアにやんのかい？だってお腹やばいよ、マジで。見て。今日のお腹。いきますよ。ほら。もうどんどんお腹へっこんでない？すっきりしてるでしょ、どんどん。わかる？これ。毎日みんな見てるかわかんないと思うけど。やっぱすっきりしてきたよね。お腹すっきりしてない？ねえ。どう？わかん。どうなの？ふうをしてみて。どう？ああ、だから前もすごいよ、前も。ほら。ね？ここの肉が少なくなってきてるね。ここのお肉が。で、ここのほら、ラインを見て、ラインを。くの字になってきたじゃん、ここが。
胸にかけて腰の部分ね。いや、気のせいじゃないっつうの。自分だってお風呂入るときに鏡を見んのよ。ってへこんだとか思ってるもん。お風呂入るときに鏡見るでしょ、全身の鏡。お腹へこんでねみたいな。うん。いや、体重は下がってないんだけど、お腹周りがすっきりしだしてんだよね。そういうことってない？ダイエットしてて。見た目は変わってきてんだけど、体重はそんなに変わってないみたいな。あるよね。あるのよ、あるのよ。じゃあこれをないって言ってる人はダイエットしたことない人よ。そっから後で体重が下がってくんだよ。そうだよね。そうなの、そうなの。体ってね。筋トレもしてるよ。毎日腹筋、背筋、あとスクワットをやってる10セット。あ、10セットで、10回1セットやってるの。毎日やってるからね、筋トレも。いや、昨日はね、昼間は海鮮丼と刺身を食べて、マグロとサーモンのね、あと刺身はまあ白身、タイとか、まあ本マグロとか、そういうの食べて、夜は夜でご飯食べてないんだよ。しゃぶしゃぶね、ご飯抜きのしゃぶしゃぶ。で、肉と野菜だけ。いや、食いまくってるけど、明らかにご飯の量とかを減らしてる。うん。上から見てチンチン見える。何の話をしてるのこの人。どういうこと？上から見てチンチンが見えるのって何か。天井にチンチンついてたら怖いよね。ホラーだよね。パッと見たらチンチンが見よきって入ってたさ。じゃ、昨日ね、翔くんに言ったのよ。私なんでこんなことを翔くんに言ったのかわかんないんだけど、もう多分寝ぼけてたんで疲れて。ねえねえ、翔くんってね、壁に私チンチンつけよっかなって言ったのよ。それ、え？って、奈々ちゃんどういうこと？って言われたのよ。いや、壁にいろんな人のチンチンを貼り付けて、貼り付けとけば寂しくないじゃん、みたいな。今思うとさ、すんごいこと言ってたよね、私ね。いや、どういうことってさ、今思い返したけどね、パッと思ったけどさ、うん、イカレチンポ。だってさ、隣に19歳の男の子寝てんだよ。で、甘えん坊さんであの人ベタ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 してくんのよ。もうおじさん困っちゃったよね、昨日の夜は。本当に。どうしよっかな、みたいな。ねえ。キャバクラじゃねえんだよ。キャバクラのね、男バージョンみたいな感じじゃん。じゃ、モルナじゃないの。あの人普通に顔とか近づけてくる。こういう風にやんで。こうやってやってくんの。横で寝てると。こう猫みたいに。で、勝手にね、この首の下とか、普通になんかスーって手入れてきたりとかさ、こうやってギューって抱きついてきたりすんねん。ちょっと勘違いしちゃうじゃん、おっさんだから私ね。そんなさ、触れられることもなかなか最近ないからさ、触れられちゃったら勘違いしちゃうんだよ。ね、そうなのかなみたいな。あ、やれんかなみたいなさ、できっかなみたいな、今日、ラッキーかなみたいなさ。おじさんは好きになる。いや、多分ね、翔くん自体ね、その19歳の男の子自体、お母さんと離婚したって言ってたんだよ。若い、高校生ぐらいの時。で、やっぱり、マザコンだって自分で言ってたんだよね。で、お母さんってワードが話しててよく出てくるんだよ。お母さんが、お母さんがとか、お母さんみたいとかさ、お母さんなーみたいなとかさ。だからマザコンなんじゃないかなって。でもまあ、じゃあお母さんと会ってないのって言ったら会ってんだって。で、ここのね、ソファーで配信終わった後に、なぜか私が膝枕してたんだよ。
膝枕さしてたの。翔くんがここにいて、髪の毛をこうやって撫でてね、こうやってよしよしよしってしてたのよ。で、彼はこうやって寝っ転がりながらなんかスマホかなんか見てて、みたいな。私こうやってずっとさ、こうやってポンポンしたりとかさ、こうやってたの。で、翔くんね、お母さんに会ってないのって言ったら、いや、時たま会ってますよって。え、じゃあ、家帰った時とか、お母さんにさ、こういうことされん、してくれんのってお母さんって。未だにやってんのって言ったら、やってますって言うのよ。みたいな。って。膝枕して、なんでなんでしてくれんだってお母さんが。と思って。え、今の若い子はそうなの？その19歳とかね、20歳近い子がそうやってさ、膝枕でなでなでしてもらうの？みんな若い子って。しないよって。でも私聞いた時、と思ったんだよ。それで、じゃあお母さんをこうやってね、チンチン触んないんでしょつってさ、こうやってね、ズズズって触ったの。そしたら、ね、それはお母さんじゃないみたいな、その。どちらかというとお父さんですとか言われてさ。え、どういうことみたいな、その。かわいいと思って。でもさ、若い子ってさ、なんかさ、なんつうのかな、そういうなんか性的な部分が薄くなってきてるよね。最近の若い子って本当に。薄いからこそ人にベトベトしちゃうしみたいな、なんかわかる？なんか境目がないっていうか、ちゃんとさ、なんつうのかな、言ってる意味わかるよね、若い子って。そうじゃない？その性的な面と、ね、ただのイチャつきのなんか境目がないみたいな。え、どっからじゃあ浴場すんのみたいな。私はずーっとね、チンポ立ちっぱなしなんだよ。もう、膝枕されながら頭に当たっちゃってるの、私のクリちゃんが。ね？思いっきり翔くんの頭にクリちゃん当たってんのに、なんともね、思ってないのよ、あっちも。だからどこが境目なのかなみたいなさ、普通そうだったらさ、もう雰囲気的にそうなるじゃんね。え、例えば映画とかさ、カップルで見ててイチャイチャしながら雰囲気あるじゃん、あーって変わるなみたいな瞬間とかさ、あ、ここかなみたいなさ、追っ始まっちゃうタイミングみたいなあるでしょ。なんか変なこう、うわって変わる時がさあるでしょ。だ、それが若い子ってないのよ。その、なんつうの、境目が。読めないっていうか。ずーっと同じ、なんつうの、コンディションなんだよね。だから、興奮してんのか、性的な目で見てんのか、お遊びなのか、まったりなのか、だるいのかっていうのがね、わかんないのよ。なんか、感情が。そう、それがわかんないなら、あんたおじさん、そうなのかな、やっぱり。え、やっぱそうなの？私が今年40だから彼と20個離れてんだよ。そういうこと？ 20 個離れてんの。今上に寝てる子ね。気持ち悪かったらさ、じゃあさ、自分から寄ってこないよね。私から寄ってんじゃないんだよ。翔くんが、こうやってね、こうやってきたりするんだよ、私の顔とかに。で、顔をペタペタ触ってきたりとか、こことかをさ、なんか触ってきたりとかするの。こうやって腕回してね、こうやったりとか、サワサワサワとかさ。気持ち悪かったら触んないでしょ、人のことなんて。思わせぶりとか言ってさ。で、ネタと金と閲覧のためって。そこまですんの、みんな。ね、やっぱり始めたばっかの配信者って、モンジュリさんのね、頬をスリスリしてね、膝枕させてみたいなさ、飯食わしてもらってみたいなさ、するだからお母さん、そう、私もそう思ったの。お母さん的な存在を求めてんだなって。だから私も葛藤したのよ、昨日は。
ね、この子は性的な目で見ちゃダメと。二十歳も離れてるし、でも子供じゃないし大人の男だし、一緒の布団の中で寝てるし、でも寂しがってんのかなと思ってね。結構我慢したお母さんを演じてたのよ。ただ、私のチンポね、ずーっとね、あ、チンポじゃない、クリちゃんは、ずーっと立ちっぱしで濡れ濡れになっちゃってるし、もう抑えきれないみたいな、体は正直だから。手もね、自然とね、翔くんのチンチンとこ行ってね、サワサワしちゃってるし、みたいな。うん。で、壁からね、チンポが出てくるね、妄想みたいなの見えちゃったのよ。だどうしよっかな、みたいなさ。だからもうね、私はもうダメって思ったの。これ以上行ったら、絶対私がね、無理やり手を出しちゃうなと思ったの。だからごめんねって、翔くん一人で寝れるって。ね、奈々ちゃん、ちょっと下で寝るねって、明日朝配信あるしって。これ以上ちょっと我慢できないわって。それなんかポケーンとしてたけどね。意味分かってないんだよ、あっちも。あっちポケーンって。大丈夫っすみたいに言ってたけど。それで私は下に降りてきてね、そのまんま寝たんだけど。まあそれが正解だったよね、昨日はね。ねえ。だから若い子って、そういうとこが魅力なのかなって。若すぎるけどさ、20個離れてるか親子みたいなもんだけど、やっぱそういうなんか読めないとかさ、ドキドキする感じがやっぱ若い子にはあんのかな、みたいな。例えば付き合うとなったら、その読めない行動、知らない世界とかさ、そういうなんか、やりくりみたいのが、年上の女としては、ね、若い子が良くなっちゃうのかな、みたいなさ。うん。あの子は特別？ポルポの時はね、あれだったんだよ。じゃあ一緒に寝ようって言ったら、うっすみたいな。で、ポルポンはずーっと無表情でベッドに向かったんだよ。こうやってぼーっとしながら。え、どうしたのって眠いのって言ったら、みたいなさ。ちょっと待って、ケンジ君がコメントしてる？嘘でしょ？ちょっと待ってね、ケンジ君。なんてしてた？なんてしてた？彼氏コメントしてた？嘘でしょ？マグロ漁船かな？コメント打ってる？あ、返信も来てる。おはようの返信。別れるって言ってた？本当に？終わりだなって言ってたん？なんで？なんか悪いことした？私。なんもしてないよ。添い寝して、ちょっとね、洋服の上からチンチンしごいたぐらいよ。いつも通り。挿入もなし。ね、ペロペロもなしよ。チューすらしてないな。ほっぺにチューはしたけど。ちょっと私動揺してる。思いっきりこぼしちゃった。ね、男の言い訳、男の言い訳みたいになっちゃってるけど。だってさ、会ってくんないし。だったら大転は私も。もうちょっとさ、ケンジ君。寂しいのよ、私だって。ねえ。ねえ、会ってさ、ぎゅーっと抱きしめてね。もうバンバン結論でさ、掘ってくれてみんな、パン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 って言ってさ、お前うるせえんだよとか言ってな。口聞くんじゃねえよって口押さえられてね。後ろがカン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 って言ってさ、俺だけ見てればいいんだよとか言って、ガガガガガガーッってさ。ごめんなさい。どうえも。だからもうさ、プロに頼むしかないかな。前から言ってんじゃん。いい？もう。
おじさんね、やっぱ性欲強いかな。プロを呼ぼうよ。素人じゃやっぱりね、ショウフ君みたいな素人はダメよ。浮気になっちゃうの。もうお金払ってプロに施ししてもらおうかな。どうしてもね。自分で我慢できないときは、プロを家に呼んで、施ししてもらってね。それをちょっとね、でもお互いに責任あんねん。じゃあ、ケンジ君はどうなのかなって私思うんだよ。私でこんなに我慢できないんだから、少なからずケンジ君も会ってないしね、付き合ってて、エッチもね、そんなにできないじゃん。ね、会うのも3ヶ月に1回、1回とかでさ、だどうやってそういうさ、欲求みたいなの我慢してんのかな、みたいな。まあ、自分でやるっていうのもあるけどね。まあ、ケンジ君はそんな性欲は強くないんだよ。もともとね。そこまで。でもさ、どうなんだろう。女の人ってさ、どうなの？半年とか3ヶ月会えなかったら、エッチな気分とかになった時にどうすんの？その時どうすんの？みんなに聞きたい。彼氏がいて、みたいな、旦那がいて、みたいなさ、エッチがない時は、あ、一人でするときは、それで女の人は満足すんの？ふふ、まないさ、とか。あなたってさ、この間さ、自分で一人遊びすんのって聞いたらさ、しないって言ってたよね。おかしくない？こんなにみんなしてんの？ねえ、明らかにしてないって言ったよね、この間ね。私そんなのにしませんってさ。そんな一部の人ですぐらいな感じで言ったじゃん。してんじゃん。ゼロワンくんが天がハマったって言ってた？でもなんかで違うんで、ぬくもりが欲しいんだよ。彼氏はいるんだけど、会えないし、なんつうのかな。ぬくもりが欲しいみたいな。もうギュッとしてもらいたいみたいな。エッチとかじゃなく、エッチとかじゃなく、一緒に寝たりとか、もうキューってされたいのよ。それが満たされてない感じ、今は。まあ、性欲もね、そっから出ちゃうんだけど、キューってされるとね。その愛情不足なのかな。北海道買っておいで。北海道私、やけどしちゃうのよ。どうしたらいいだろうね、これね。コマイくんを呼ぼう。コマイくんにギュッてしてもらうの。あ、でもさ、コマイくんもさ、結構さ、私に甘えてくるよね。みたいな、なんか、マーキングみたいのしてくるじゃん。だから、翔くんもあんな感じなんだよ。私にベトベトしてきて、なんか顔とかギュー、みたいなさ、犬みたいな。直木兄さんちょっと無理っすね。ごめんなさい。前から言ってるよね。いや、前からね、私直木兄さんに口説かれてるのよ。一発やらしてって。いや、私タイプじゃないんでってずーっと言い続けてんの。気持ち悪いよね、直木兄さんってね。何考えてるかわかんない目してるしさ。で、この間のね、ひどんなちゃんの誕生日会の時も、ね、ホテルに誘われたのだし、これかな、ホテル一緒に泊まんないって、いや、無理って直木兄さんタイプじゃないからって断ってんの。ね、ずーっと私を狙ってんだよ。ね、5年前、6年前にね、初めてね、コラボした時かな。その時はね、ずーっと私を狙ってんだよ。いやらしい目で毎回見てこる。嘘つけてね。いや、ドラ猫先生だって私のこと変な目で見てね、ツバちょうだいとかさ。ね、わざわざミュートにして、配信中ミュートしてね、ダラさんのツバが欲しいっすとか言ってさ、ダメですか？今日だけダメですか？みたいな。はい。はい。今日だけダメですか？はい。ダメですね。通年概念だとダメですね。とか言ってさ。社会通念上ダメですね。とか言ってさ。はい、はい、みたいなさ。やばいな、もう変態だらけだよね。配信しちゃってさ。
そうだよ。何の話して、あ、なんかケンジ君どうしよっかな。なんか誤解してんのかな。ボイスメッセージ送ろうかな。ちょっと誤解を解くため。ケンジ君、マグロ漁船に乗って、私の放送を見てくれたんだね。忙しいのにありがとう。昨日の出来事は安心してね。彼とは添い寝しただけだし、洋服の上からもみもみしただけよ。その後、もうこれ以上我慢できないなと思って、下に降りてきてそのまま寝ました。何事もなく終わりました。だから私のことを信用してね。バイビー。言い訳に聞こえるこれ。ダメかな。ケンジ君、マグロ漁船に乗って私の放送を見てくれたんだね。危ない。画面見せしありがとう。危ない。昨日の出来事は安心してね。彼とは添い寝しただけだし、洋服の上からもみもみしただけよ。その後、もうこれ以上我慢できないなと思って。ちょっとダメだね、これダメだ、アウトだ。思いっきりなんか変なこと。ちょっとダメだ、これ。これ送信取り消しだね、これ。まだ記録ついてないかな。送信取り消しだっけ、これ消すの。いや、これはやめた方がいいよね、なんかね。逆になんか怪しくない？ね、逆になんか言い訳っぽくて、怪しいよね。アウトだよね。だこういう時何も言わない時でしょ？何も言わないで、みたいな感じの方がいいんじゃないかな。え、シンゴちゃんがまた放送してんの？あれ今日やってんの？なんか最近毎日やってるよね、ツイキャスね。楽しんごちゃん。うん。ツイキャスにハマったね。楽しんごちゃん。やだー、これでまたさ、喧嘩になんのかなー。いやね、あのねさ、年末のあれもね、やなんだよ、私。年末の養分くんの企画あるじゃん、裏ライジング。あれもうマジね、彼氏いんのに、嫌なんだよ、私マジで。だって去年だってさ、ねえ、貴重くん、小前くん、あと誰だっけ、わたきんくん、もうすっげえね、嫌なんだよ、レイプされんのが。断る権利ないのよ。もう開催されちゃうの、勝手に。人が集められて。もう、養分伊藤くんの企画だから、私の企画じゃないのよ。勝手に配信者を呼んで、ね、そういう格闘技、裏格闘技イベントが始まるのよ。じゃ、喜んでないよ。私言うんだよ、必ず。みんなね、こうやってさ、腰にタオル巻いて、お願いしますとか言うのよ。ギーってさ、扉が開くの。私寝てんのよ。ギーって開いて、こうやってね、ここにバスタオルみんな巻いてね、およっしゃーすみたいな。それさーってさ、ベッドの中に入ってくるの、ふわってさ。何この人たちみたいな。いや、ダメだよって。私、彼氏いるしって。それを知ってて、やるのって。私は何もしませんよっていうの。必ずね。そしたら、うるせえんだよ、みたいな。小前くんなんてうるせえんだよ、とかって、黙ってる、みたいなさ。結構男らしいね。バッ、バサン、みたいなさ。おい、みたいなさ。来いよ、七子、みたいなさ。ええー、みたいな。すんげえニンニク臭い、みたいな。めっちゃニンニク臭いの、口がね、なんかね。それなんか、ここら辺をベロ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 舐めてくるのよ。あーってね、下手くそーとか思いながら。で、この辺からまたニンニクの匂いがね、鼻の中にツンってくるんだよ。臭いの。めっちゃね。はい、ヨギママ先生来ました、またね。そんなことちゃっかりしていたら誰もいなくなってしまうわよ、と。ヨギママもさ、焼き餅焼くのやめてくれる？そうやって。ね。
そういう相手もいないでしょ。私に八つ当たりごめんなさい。ねえ。私に八つ当たりしてんでしょ、そうやって。羨ましいからって、ヨギママも。ねえ、若い子大好きじゃん。ショタコンじゃん、ヨギママも。ねえ、19歳来てるから、もうムラムラしてんだろ、お前も。なあ。若い子好きだろ、若い男。うん。ヨギママは逆にオカマだけど遊ばなさすぎだよね。なんつうの、謳歌してないっていうかさ、なんかオカマちゃんらしい遊びとかさ、だってひどんなちゃんとふじみちゃんとね、4人で会った時に、じゃあこの後さ遊びに行こうよって男遊びとかノリあるじゃん、そういうの。ヨギママだけ固くなに拒否するの、あたしダメって。彼氏いるからダメなんで、そういう遊びとかしないの。それを三人で遊んできてよ、とか言って、ピーとか言って、ブルブルブルとか言ってさ、何ノリ悪ーみたいな。ねえ。それは普通？あんた常識がないのよって。あなたに言われたくないわ。え？募金詐欺したじゃないの、あなた。リスナーが茶爆集めて、そのね、金を募金しなかったじゃないの、募金するっつって。どっちが常識ないんだよ。この詐欺師。相当昔の話だけど、ね、相当昔の、ね、いや、その後したんだけど、ちゃんとね。炎上して。泣いてる。いや、今日はやるスタンス、ヨギママと戦うスタンスだから、私は。もう絶対に言われんなと思ったからさ。うん？お前は、詐欺師はあなたに、私詐欺なんかしたことないよ。うん。裏でリスナーさんからお金もらったこともないし、直振りみたいなのとかもね。一度もないっすよ。うん。騙し取ったことはないっす。ちょうだいって言うもん、普通に。うん。ちょうだいって。うん、さあどうですか、ヨギママ先生、どう出てきますか。さあどうでしょう。あ、もう満足しちゃったのかな。負けを認めていいんですか、ヨギママ先生。私に負けたかな、いいのかな。脱税も詐欺だよって、私全部払ったから、税金全部払いましたよ。払ってない人に言われたくないよね。さあどうでしょうか。大手のやることじゃないって。じゃあ、あなたもね、ネームバリューがあんだから、こんなとこでコメントすんじゃねえよ、いちいちよ。めんどくせえな。な、どんだけ承認欲求高えんだよ。目立ちたがりか。いつも言ってんじゃないの。言ったねって何。コメント押せんねん、もっとちゃちゃか書けよ。iPad とタブレットで書いてんだろ、もしかして。携帯じゃなく、こうやってさ。あなたから絡んだの。じゃ、ヨギママになんか彼氏マウントしてくんだよ。私は彼氏いるから、あなたとは違うのよ、みたいなさ。おめえの彼氏出せよ、だったら。どこにいんだよ、彼氏が。なぁ？おめえこそ空想上の彼氏なの、どこにいんだよ、彼氏。出してごらんよ。写真しか見たことねえんだよ。変な広い画像みたいのな。ツーショット写真を出せやん。うちのケンジのこと言うんだったな。ケンジさんに連絡しようかしら。取れるわけないじゃん。DM やってないんだから。どうやって連絡取んだよ。ん？会ったことない。ふふふふって言ってるよ。何怪しいんだけど。何ふふふふって。ねえ、ふふふってなんだよ、それ。秘密のアコちゃんの世界でね、赤塚不二夫のフフフとかさ、ね、ドラえもんが笑う時の声で漫画版のフフフフとかさ、ね、いつ昭和の漫画でフフフなんてさ、平成でフフフなんて言わないよ。本当に。
ケンジ君の顔を見てみたい？あ、最近ね、似てる人ね、見つけた、ケンジ君に。私、この人似てると思ったのが、あの人、ほら、大阪の炊き出しやってる人。この間、キコママの店で、ね、会ったんだけど、あの人に似てる、ケンジ君。あ、そうそう、シュラ君。シュラ君に似てる。あんな感じ、イメージは。なんかそっくりよ。体の感じとか、あのがっちりした感じとか、顔の感じが似てたのよ。うん。似てる似てる。あんな感じの雰囲気。雰囲気ね、雰囲気。キリンの田村は似てない。だってさ、ゼロワンくんにさ、モザイクの画像を見せてんで、モザイクでどうやってキリンの田村が出てくるの？おかしくない？マスクとかもしてたし。ねえ、わかんないで、モザイクとマスクだったらさ。ねえ、キリンの田村には全然似てないもん。シュラ君かわいそうって言うけど、何がかわいそうなのよ。やばい、もうこんな時間だ。あー、やだ。始まっちゃ。よいしょ。今日はですね、こちらのアルパカさんのスクラッチキーを買ってるんで、これをやりまーす。9時からね。プレゼントをしてもらった椅子に落書きするなんて。あ、ヨーブンくん？これ？それよりもあっちでしょ。言うべきとこは、値段的にあっちの方が高いんだけど。で、まあ、こっちのゲーム違うもんね。これは5万円ぐらいなのが、あっち、まあ、あっちも6万円ぐらいか。そう、落書きだらけ。しかも、ね、ヨギママからもらった、ヨギママからもらった大事な大事なルイ・ヴィトン、こちらね、かわいいやつ、お花の。ね、ここにも落書きされたの、昔。養分くんに。サイン付きよ。でも私が消さないってことはそういうことだからね。養分のこと大好きだから消さない。許すの。ね、サインが欲しいの、彼の。どうぞ書いてくださいってね。で、いつかは私の体に書いてくれんじゃないかなって、一筆書きでこうやってスススススってさ。で、このまんまお尻の穴まで行って、ね、最後の一筆。ピューンって墨をさ、その中にピュッて入れてくれてね。気持ち悪いって何？でもね、たまーにね、養分くんとエッチしてる夢見んだよね。こんなこと言っていいのかな？ちょっとなんか今日おかしいんだけど、私どうしよう。おかしくなっちゃった。なんかおかしくない？なんかおかしいよね、今日ね。なんか、おかしいよね。いつもと違うよね。あ、いつも通り？やっぱさ、欲求不満なのかな？欲求ちゃんなのかな、私。どうなんだろう。あなたの頭の中どうなってる今？大草原の中を歩いてる。両端に、すごい高いね、木が立ってて、そこをね、歩いてくと、綺麗なピカピカ光った湖が見えるの。その湖の色が、水色から赤色に変わってくの。
その瞬間にブクブクブクってね、湖の泡が底の方からブクブクブクって湧いてくるの。それが最高潮に達した時に、その中からね、てるてる坊主が現れて、あなたが探してるのは幸せ？それとも苦しみ？って言われて、その質問がね、よくね、私わかんなくて、苦しみを選択したの。そしたら、その瞬間にね、電動ノコギリが横から飛んできて、首をね、落とされちゃうの、私。で、首がコロ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 って転がってって、ね、その湖の中にボチャンって落ちちゃうの。ブルーだった水の色が真っ赤になってね。そこでエンドロール。うん、なあちゃん最近どうしてたの？やめすぎ、病んでんのかな。どうなんだろう、病んでんのかな、やっぱり。これさ、今日さ、なんかさ、めっちゃ当たる感じすんだよね、こういう日。これね、スクラッチ一等100万なんだけど、先に予告しますね。今日100万当たります。私ね、わかるんだよ。じゃあ、毎回言ってんじゃなくて、最初に言うことってなくない？始まる前から言うことってないじゃん。今日は、削る前に先に言っとく。100万円今日見せれますね、ついに。このシリーズね、もう何百回もやってるけど、今日は食うんじゃねえかなと。じゃあ電卓も用意しますね、こちら。でもさ、出たら出たですごいよね、100万円じゃない？そうでしょ、みんな。出ちゃったら私の勝ち。で、その100万円を全部翔くんにあげるよ、もし当たったの。どう？翔くんにそのまん丸々100万円あげてあげるよ。うん、どうでしょうか。うん？ 100 万。100、100万円は贈与税かかんのかな、どうだろう。100万。100万円以上じゃなかったっけ、年間。100万円はギリ大丈夫なの、どうだろうな。そうだよね。110万円からだよね。人にあげるのは大丈夫でしょ。ただ、私にも税金かかんないからね。100万円当たっても。だから宝くじとか、いいんだよ。ね。税金かかんないから、宝くじは。1億円当たっても、そのまま1億円丸々ね、貯金できるからね。税金払わずに。すごくない？だから夢があるんだよ。税金かかんないかな。うん。じゃあいつか準備して。そろそろ準備しますよ。削っていきますよ。よいしょ。あれ、いつも私さ、これさ、後ろさ、透けてたっけ？バックスクリーンで。確かあれ出してたよね、いつもね。これを組み立てていきますよ。よいしょ。
今日ツイキャスメンテナンスなんで10時でツイキャス終わりね。その後メンバーシップでショックン起こすんで、ね、オッケー。よいしょ。よいしょ。オッケー。よいしょ、大変。手元を映すにいるには顔が見たいっていう人がいるじゃん。お顔がうるさいんで顔を見せてくれとかさ、こう手元だけ映してるとなんか奈々ちゃんの顔が見たいとか言う人いるんだよね。そう人用にこうやって切り抜いてあげるの、こうやってね、ちっちゃい私を。いや、いるんで、うるさいんで、それ。いや、これを気に抜いてあげると。手元じゃなくて顔が見たいという人がいるんだよ。まあ、確かにさ、手元だけ見てれば誰でも一緒だもんね。声しか聞こえないかな。そういうことでしょ。なんか顔とかちょっとね、チラッと出してあげるとみんな喜ぶのよ。手元がいらないって、スクラッチってさ、スクラッチ削るのに手元いらないってある？頭おかしいんじゃないの？何よ？反応を私の見るの？顔を。顔の表情みたいな。ね。おかしくない？ちゃんと手元見えた方がいいでしょ？こうやってね。うわー、なんか白飛びすんね。これ大丈夫かな？見える？これ。よいしょ、じゃあ行きますか。こちら、見てくださいね。ね、一等が100万円。ちょっと見えないかな？一回、こうやろうかな。かわいいよね。これパッケージかわいいから買ったの私。なんか当たりそうじゃない？このアルパカさん。ルール簡単だし、3つ削るだけでいいんだよ、これ。三つこうやって揃うだけでいいのよ。かわいいよね。で、一等が100万円。二等が5万円。三等が1万円。四等が1000円。五等が200円っていうね。かわいいよね、絵柄がね。めっちゃかわいくない？いくらで買った？これ1枚に200円の、100枚分、2万円分今日あります。いつもね、私に100枚買うんですよ。これ2万円分ね、100枚で。で、ワンピースのさ、スクラッチとか300円とかなんだよ。いやね、これはね、この中で200円のあたり2枚だっけな、確か。確率高いんじゃなかったっけな。還元率いいんだよ、この。なんかシンプルなやつ。ワンピースは10枚買って1枚ぐらいしかないけどね。決まってんのよ、還元率っていうのは。こういうなんかシンプルなやつは結構2枚とかね、当たったりとかするんで、200円が。多めに200円当たったりとかね。うん。そう。これはまあ還元率がいいですよって感じ。まあそうなんだけどね。でもこういうちっちゃいあたりとかさ、結構嬉しいんだよね。何気に。何気にちっちゃいあたりもいいんですよ。あれ？棒がどっか行っちゃった。棒がどっか行っちゃったね。お金で削るか、今日。あれ？削る棒私どこやったの？マジで。たた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 
よし、行きましょう。何バグって。何バグって。
いや、こういうね、ギャンブル配信でコメントって流れない。パチンコ配信とか見てみなよ。基本。当たるか外れるかの配信なんで、それ待ちって感じ？当たったら盛り上がるし、外れたら盛り上がんないって感じよ。結構はっきりとしてる。だから当たればいいんだよ、私がね。今日100万を当てたらすんげえ盛り上がるってことで、わーって感じね。そういう企画だからね。オッケー？あ、あんこちゃんお茶楽センキュー。で、行きましょう。1枚ずつ行ってきますか？これ見える？みんな。もうちょい近づけるかな？こうやるか？もっとアップ？ちょっとあんまりアップすぎるとね、ちょっとね、ぼやけちゃうんで。どうだろう？いいっすか？で、ルール的に、左の赤枠の中をすべて削ってください。縦、横、斜めのどちらでも、一列に同じ絵柄が3個揃えばいい。な、こう、こう、こうとかね、こう、こう、こう。こうとか、こうとかでいいんだね。3個揃えばいいと。で、ちょっと試しにね、削ってみますね。どんな感じか。さあ、これはどうでしょうか。はい、見てみて。これはどうでしょうか。はい、よくできました。これは外れですね。3つ揃ってないかなってことだね。これはダメですよ。脳幹。はい、外れと。早くしてって、だってまだ1時間あるよ。間に合うだろ、100万円ぐらい。私結構ね、削るの早いって方だからね。他の配信者に比べ。だってヤミーとかはこれを1時間とか、10枚を1時間とかでやるんだよ。で、そうじゃない？ヤミーはこれをね、1時間とかかけてやんだよ。やばくない？ 10 枚を。私100枚だよ。なん。当たり？何が当たってんの？これ当たってんの？どれ？本当に？これ当たり？ちょっと待って、画面が合わないな。こんぐらいか？こんぐらいか？斜めに当たってる？あ、この草みたいのね、草。草が大当たり。これ200円でございます。はい、プラス200。ラッキー。もうすぐ出ちゃったね。はい、当たりと。じゃあ次。で、こちら。!5 万円 !5 万円じゃないこれ。羊、羊、羊って、ごめん、全然違った。外れ。羊に見えたね、今ね。じゃ、うるさいって言うけど、今羊に見えたの、私の目はね。思いっきり。思いっきり、ちょっと待って、これ。どこまでピンとあんの、これ。こんぐらい？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 ここ？これ？これ大丈夫か？じゃあ、画面で見てんだよね、私。肉眼じゃなくて、なんつうの、カメラの中を見てんだよ。カメラの中の映像みたいな。外れー。わかるかな？言ってる意味。左の上から削って。いや、難しいよね。こっちから削って、こっち側からの方がやりやすいんだけど。どこでもいいだろう。はい、これは外れー。いや、手が邪魔って言うけど、相当見やすいよね、私のスクラッチの削り配信。他の配信者に比べてめっちゃ高画質だし、見やすくない？どうよ。だってこうやって気をつけてるね、持つとこはここだけの部分ってね、こうやって持ったりとかしないし。で、見えやすいようにこっち側からこう削ってんね、私は。こっちから削ったら見えないじゃん。ね、順番的に、ほら。え、だから私はこっちから削るんで、こうやってね。
かぶんないように。いいでしょ？当たりー！ 400 円！よし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 、3枚、いいよー！ 400 円ですよ、もうすでに。こりゃ来たんじゃないの、今日。ウレピーヤッピーだよ、これ。はい、外れ。みんなさ、こういうのでさ、最高いくら当たったことある？宝くじとかやったことない人いるのかな？普通の年末ジャンボとか結構買う人多いんじゃないの？はずで。でもさ、ああいうさ、1億円とかってさ、誰が当たってんのって感じしない？本当に当たってんのかな？ねえ。あ、当たり200円。1億円さ、周りに当たった人いる？1000万とか。私はいないんだけどね、その当たった人。あれってさ、本当に当たってんの？なんかさ、当たる人が決まってるとかいう噂もあるよね。最初に決まってて、それを買ってるみたいな。あ、これは外れ。でもまあ、当たってもみんなに言わないんだろうね、基本ね。そういうことじゃない？うわー、びっくりした、これ。これ熱かったね、今ね。見て。これ、斜めに。これ熱いパターンだね、斜め羊ちゃん。じゃあ多分当たるパターンはこれ斜めで出ると思うよ、100万は。横じゃなくて。これが当たりパターンだね。揃えば当たり。まあ当たり前ですけど。見えにくい何が？何が見えにくいの？手で見えてないって、それ見えてんじゃん、こう削って。これ見えないの？見えてるよね。いや、見えてるっしょ。これ見えないの？削ってんの。いや、相当見えてると思うけど。白内障とか、これで見えるっしょ？これで見えないの？これ。もうバリバリ見えてない。あのさ、iPhone4S とかでさ、ツイキャス見んのやめてくれる？ちっちゃい画面で。ねえ。iPad とか、ね。プロマックスとかそういうので見てよ。そんな 4S とかで見えるわけないじゃん。ちっちゃいさ、ガラケーとかね。ねえ。ほんまじゃない？画面何インチよって感じ。何インチの使ってんだよ。6インチ以上推奨するわ。はずで。ねえ。そうね、眼科行きなさいよ、ほんとに。なんか、スクラッチやってるときさ、なんかガチャガチャ言う人多くない？なんだかんだ。なんか多いよね、いつも見えないだの、なんちゃらかんちゃらだのさ。特にスクラッチのとき多いよね。ほんとだよ。当たり？どれ？あ、これ？あ、200円だね。また200円。草だね。プラス200、800円か。よし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 。オッケー。じゃんじゃん行きますよ、じゃんじゃん。今日なんかいい感じする。本当にさ、100万円当たりそう、今日。マジ。突然現れるからね。あの、売り場のさ、おばちゃんにさ、私聞くのよ。こういうとこで100万円とか当たるんですかって言ったら、いや、結構当たるよって言うのよ。おばちゃん、この間も当たったわよ、一週間前に、とかさ。そんぐらいのレベルなんだよね。あ、当たり、200円。ちょっと待ってね。これはチャンスです。わかっちゃった、これ。この流れ。高額当選の香りがしますね、こっから。ここら辺熱いよ、見ててね。最低1000円。
まあ、ここは外していいんだよ。ためでね。この3枚5枚ぐらいが厚いんで、こっから。はい。外れたと。2連チャンで外れたと。じゃあもう1枚。あ、ここで来ましたね。200円。間ハサミの200円と。で、1200でしょ ?1200 たす1たす2は3。3枚目。1、2、3。取りますよ、こっからもうね。先に取っとく。はい、外れ。いいよ、いいよ。これ外れていいのね。この一番最後は熱いから。はい、これ当たりー。よしよしよし、来たー、激アツ。これ。熱い。熱いね、これね。5万円か。200円。うわ !1000 円もある。1000円もありますね、これね。5万円、200円、1000円。もう黒が出た瞬間に高額ですね、これ。1000円か5万円。黒色が出た瞬間に。行きましょう。はい、200円。はい、1600円。まあ、そうっすね。まあ、そんなもんっすよ。1000円も結構当たんないからね。1000円もなかなかね。まあ、そんなもんすよ。なかなか来ないんで、1000円すらね。ダメっすね、ほんとに。今日は。よし。外れ。もうちょっとスピードアップするね。あと30分しかないのかな。100枚あるんで。はい、当たり！はい、200円！ 1800 円！いいよ。積み重ねて。もうスピードアップします、じゃんじゃん。はい、外れい。もう早いからね、みんな速度についてきてね。ちゃっちゃっちゃっちゃと。お、なんか削れないな。はい、外れい。何、南海トラフって。地震がまたあったの？はい、外れい。また地震？昨日もなんか地震あったよね。はい、これ当たりー。200円。もうパターン読めてきた。でもさ、細かい地震が来てるときまだ良くない？何もないときにドンって来るのが一番怖いよね。最近地震ないわねーっつってて、ちょうどでかいのが来るの。それ一番怖いパターンよね。これ外れー。うん、まだちょこちょこ来てればなんかさ、安心するじゃないけど、気を晴れるじゃん。これ外れー。そういうもんじゃないかね。大阪って地震少ないのかな。これ当たり200円。なんか地域によってはね、地震少ない地域とかあるけどね。22。うん、これは外れー。滋賀県とか少ないんだ。これ当たり200円。2400円。自分だけ楽しんでる。だからこれさ、当たんなきゃそう言われんの。で、どうせ100万出た時、うわー、すごい、奈々ちゃんになるかな。そんなもんなんだって。ねえ。こういうもんは、何回も言いますけどね。当たった時に大体そういうこと言ってる人は大騒ぎするんで、当たった当たったとか言ってさ、ツイートしちゃったりしてね、奈々ちゃんが100万円当たっちゃった、シャープもんじょりとかつけちゃったりとかして、で、100万円の瞬間見てくださいとか言ってさ、YouTube とかに載せちゃったりとかね。ね。顔とかさ、加工したりとかしてね。TikTok とかに。こんなもんだよ。はい、外れー。
こんなもんだよ、当たった時はね。画質が悪い？悪くないっしょ？悪くないっしょ？綺麗だよね。はずれー。手で見えないの？見えてるでしょって、だからうるさいな。しつこくない？ほんとに。病気だよね、ほんとね。2600円。あのさ、Wi-Fi 入ってないのかな？標準とかで見てんじゃないの？画質。超高画質で見てくださいね。もうくっきり絵面ごと見えてるわ。私のね、このね、ね、指の毛まで見えてるわ、がっちり。ね。ピンボケしてんのは多分ね、自分の画面に油がついてるんで、触りすぎね。そういうことだろ。画面がベトベトで、手の油でピンボケしてるように見えてるね。そうだろ。で、これを固定してあげよっか。ピンボケしないように。これでもうピンボケしないかな。今ピンと固定したわ。ね？低画質で見れてますわって。よいしょ。よいしょ、100万円当たんないかな、外れ。もうなんかさ、当たり少なくない？これ逆に。これ当たりだね。これ200円、この当たり。当たり2800円。オッケー。あとね、60枚ぐらいあるかな？ 60 枚。外れー。なんかずーっと外れ続いてない？なんかちょっと逆に怪しい、これ。あっ！ 1 万円かな、これ。1万5万。1万円か5万円じゃない？外れ。もう全然当たんない。もうあのさ、神回はどこ行ったのよ、9万円当たった日は。あの日。外れ。1日でさ、だって5万円と3万円当たった日あんだよ。あれは結構すごかったよね。あれは多分レアだったんだろうね、相当ね。はい、3000円。3000当たり。うん。削るとこを真ん中にしたらね、そんなん関係ねえから。マジ。何をおっしゃってんの？削る、どこ削ったってもう一緒だろ。バカ言ってんじゃないよ。運命が変わるのか、削る場所を変えたら。頭おかしいんじゃねえの、言ってること。書き換えられんの、これ。ねえ。絵面が変わんのか？これ書き換えられてさ、メモリーかなんか変わっちゃって。世界線が変わってさ、タイムループしちゃって。え、違う世界線が始まっちゃうのか？はずれ。本当にバカだよね。おバカちゃん。画面の位置のことを言ってんの？あ、ここに入れろってこと？ここにこうやれってこと？ここで削れってこと？あ、当たり、200円。でもそうするとさ、ここ気持ち悪くない？やっぱこうの方が良くない？私なんかそう思うんだけど。バランスね、余白のバランスを考えて。なんかこれ端っこに寄りすぎて気持ち悪くない？ねえ、ここにあった方が真ん中でピシッと決まってるでしょ、画面が。ねえ、どう考えても。端っこがやだ。ねえ、いい位置なんでどうでもよくない？見えれば。うるさいな、ほんとに。これ当たり200円。どうでもいいだろ、そんなんさ。もう集中してみんな、ほら間違えちゃったじゃん。なんなんだよ。余計なこと言うかな。手の甲が邪魔？じゃあこれをさ、こうやってさ、何も支えないでこうやって削れる？削れないのこんな状態になるよ、触んなかったら、こうやってさ。ねえ、ちゃんと押さえなきゃ削れないんだの？
セロテープかなんか一枚一枚こうやって止めんの？四方向に。爪にできるわけないじゃん。入ってんじゃないよ、ほんとに。いかにしろよ。はずれ。右手が邪魔なのよ。じゃあさ、こっち側でこうやって削るっていうの、こうやって。爪でこうやって削ればいいの、こうやってさ、こうやって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 やればいいの、こうやってさ。ねえ、ほんとに。こんなになっちゃうよ、爪の間。こんなになるよ、ほら。ほんとに、棒でやるしかないじゃん、棒で。出ないの？もう当たるもんも当たんないよ、ほんとに、イラつくな。ねえ、もう傷ついちゃったじゃん、私の爪で。ほら。テーブルが。もうやめてよ、これ6万円のテーブルなんだから。当たり。もうすボロボロになってきちゃって、もう。荒れてない、荒れてない。イライラするんだってさ、みんなのためにね、思ってやってんのに、さらに文句言われるってさ、相当見やすいと思うぜ。画面的には見やすいだろ。めちゃくちゃ見やすくやってんのに文句言われるっつってさ。いや、改良の余地があんだったらいいけど、改良の余地ないんだろ、もう。あー、びっくりしたん。5万円かと思ったん。もう、5万円来ちゃったかと思ったよ、今ね。100万円はないわ、100万円は。ピンと固定できない。いや、固定してんだけどね、これ。これでどう？固定されてないんだよね。なんか固定してんだけど固定さ。はい、当たりー！ 3800 円。1万円だけ来てほしいなー。これ2万円かかってるからさ、今日ね。俺の棒も持ってよって、こうやって？こういう感じ？ここ？根元？それともこっち？ね、ここが好きな人もいるんだよね。ここをこうやる人、こうやってやるのも好きな人いるし、ここも好きな人いるし、あとこういう風にするのもね、好きな人もいるし、あとこここうやってやるのも好きな人いるし、いろんなパターンがあるけどさ。ね、マンネリ配信とか言うんだったらさ、もうさ、私がさ、楽しくやってんだからいいじゃん。みんなはつまんないと思うけど、私好きなの、このスクラッチ。私が好きなことやっちゃダメなの？ねえ、すごいな。だからさ、おばちゃんたちはさ、なんか週末まで待ってよ、変な顔してさ、お散歩するっていうのが好きなんだろ、どうせ。知ってんだよ。アイテムだってね、10万ぐらい飛ぶんだよ。顔に変なメイクして、なんかタラタラさ、飯かなんか食って、わーとかやってさ、写真パシャパシャ撮ってね。ねえ。それは、ははーって見るのが好きなんだろ？大体ババアの脳みそってそうなんだよ。な、こういうのは男の人が好きなの。男向けの配信、このギャンブルはね。男性リスナーさん、こういうの好きなんで、くじ引きとかさ、スクラッチとかね。ね、パチンコとか。男少ないじゃんって。いやいやいや、結構いるよ。こういうのが見たいっていう男性リスナーさんもたくさんいるんだから、そういう人たちのためにやってんです、水曜日な。こういうの。あー！来たー！ 10 万円！あ？これ10万円じゃないか。1000円だ。まあいいや、いいや、いいや。4800円。1000円。1000円でもいいよ、いいよ、いいよね。1000円だよね、これね。お花ちゃん。いや、いいよ。いいよ、これが、これがステージになるから、いい流れになってくるよ。こっから、ここのゾーンちょっとね、大事にしようね。ほら、ね？来ただろ？当たりが重なってきただろ？ 5000 円。ほら、じゃんじゃん来ちゃうよ、じゃんじゃん。はい、行くよ。もっとじゃんじゃん行くよ。これも当たり。はい、外れー。もうじゃんじゃん行くからね。もうな、波に乗って。じゃんじゃん、じゃんじゃん。はい、これ外れー。もうじゃんじゃん行くからね。い
ゃんじゃんじゃんじゃん。これ当たりだね、200円。ほら、ほら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 、5200円。来てっしょ、来てっしょ。ねえ、当たり重なってきただろ？これはもう勢いでいきますよ。これも当たり、ほら！ほれ !54! ほら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 ほれ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 外れ。いや、いいんでいいんで。こういう時チャンスがマジでこうね。ほらほらほらねえ、ほら、どんどん出てきたじゃん。5600円。上がりますよ、メーターがどん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 。ねえ、ノリが完全に男性って何？ねえ、これも当たりですよ、ほら。ねえ、はい、じゃあ次。これも当たりですよ。はい。もう全部当たりだと思えばいいんだよね。全部。これ当たり。はい、200円。ていうか、今日回収率低いね。マジやばいかも。もうあとね、20枚ぐらいしかないんだけど、回収率明らかに低いんだって。この間1万3000とかだったじゃん。じゃ、マジで回収率低いよ。最低金額かも、これ。ワンチャン、保証金っていうか。早くやって、はい。大丈夫かな、これ。ほんまに大丈夫？これ大丈夫かね、ほんとに。あ、これ当たりだ。もうパターンがわかる。200円。6000円。半分返ってくれ、いいかな。6000円。ちょっとなんか厳しめだよね、今日ね。外れー。いやね、斜めが結構熱いんだよね。横で揃うのってなかなかなくない？ってことは、高額当選は、やっぱ斜めじゃなくて横で揃うのが熱いんだよ。斜めは安い金額が揃うのが多い。今見た感じね。で、100万円はこういう風に揃うかもね。だから真ん中一列とかね。多分パターンがあると思うよ。ね？安いの斜めで揃ってるもんね、ほとんどね。真ん中一列で多分揃うと。だからここに、羊が現れた時は結構激アツ。この真ん中ね、真ん中一列にどっかに羊が出た瞬間に熱くなる。な、こういうパターンよ。これもうダメってこと。これはもう当たんないよって、ここに羊が出ちゃってさ。あ、それで。あ、アルパカね、ごめん。アルパカ、アルパカちゃん、アルパカ、うっ！あ、びっくりした！このイボイボが丸に見えた、ここんとこ。びっくりした、1万円かと思った、今。ねえ。この端っこが似てんね。こういうね、スクラッチってあんね。こういう似てる図柄みたいの。端っこが似てたりとか、形が似てるやつをね、必ず入れんね。ドキドキするためにね。そう。こうのね、スクラッチあるあるですけど。外れー。これさ、もう当たると思う。もうこんだけしかないんだけど、20枚ぐらいしか。こうシャッフルタイム入ろっか。ここね、あえて、変えてみる、未来を。未来を変えちゃう？ねえ。
オッケー。これで変わったんじゃないですか？未来がぐーんと。どうでしょうか？これ混ぜたことによって1万円目に1万円が来ちゃうとかね。しょっぱなに。運命の書き換えをしました、今。1万円目しょっぱな1万円ドンみたいなね。はい、200円。来た！書き換えられた。ディフュージョン。スクラッチ。運命の書き換え。ディスニーズターン。ハズレ。逆にさ、ハズレのターンになっちゃったんじゃないの？これ。全部。全部ハズレじゃない？ワンチャン。というかね、この棒がね、削りにくいんだけど、もう手疲れんだけど、これ重いなぁ、これ。これもうやだ、これ。これ宝くじの特製のやつなんだけどさ、売り場で売ってるね。500円で買えるんだけど、招き猫のね、棒ね。これマジでね、重いんだよ。手疲れんだよ。じゃ、ヘラだと一瞬で削れちゃうんだよね。ヘラヘラしてるかな。これ当たり、200円。6400円。ちょっとなんもさ、おっきいの来ないね。今日1万円ぐらい出てよ、盛り上がりで。バカちゃん。外れ。もうあの売り場さ、放火しに行こうかな。毎回当たんないんだよ、あっち側な。私2箇所ね、買うとこあって。2箇所ね。1箇所は、1箇所はね、結構当たる。もう1箇所はね、結構ね、外れが多いんだよね。外れ。だからさ、受付のババアが悪いのかもしんない。なんか毎回ね、幸せがありますよ、当たりますようにとか言うの、うさんくさい顔で笑うんだよね。あのババア。なんかすっごいうさんくさいんだよ。だから あのババアが運気下げてんじゃないかな、みたいな。言い方って何？いや、クレーマーじゃないっしょ。だっていくら使ってると思ってんの、スクラッチで。毎回2万でしょ ?1 ヶ月に1回でしょ年間で、ね、2時間250。ねえ。多分配信で100万以上は使ってるぜ、スクラッチで。発で。そうでしょ競馬をやった方が当たる。競馬の方がみんなわかんないでしょ多分。競馬って私もわかんないしな。詳しくね。スクラッチはさ、もう当たり外れが分かるじゃん、一発で。だからやってんでね、分かりやすいかな。うん。放火殺人予告って何？何放火殺人予告って。あのね、嘘とかってね、明らかに嘘だとみんなが分かることはね、嘘なんだよ。な？そういうもんなんだよ。だって私が今からね、火をつけると思う？ねえ。みんな嘘だと思ってんでしょ？本当にやると思う？いや、思ってる人がいるってことがちょっとびっくり。ねえ。6600円。変なこと言うか、例えじゃんだって。例えじゃない？もうさ、日本人はそういうのうるさいよね、ほんとね。なんか。そういうのブラックジョークって言うんだよ。あ、これ200円。6800円。ちぇ、日本だとしてもなんか頭のおかしい人多いよねってね。ね。嘘か本当かもわかんなくて。ね。なんか変な正義心みたいな持ってさ、うるさすぎだよね、ほんと最近の人って。人んち首突っ込むし、外れ。
暴行したから放火もしそう。じゃあお前んチーム燃やしてやるよ。教えろよ、住所。バッチリやりに行くぜ。教えろな。はずれー。完全に予告？だってさ、じゃあこれがね、今匿名に向けて言ったけどね、匿名なんて誰かわかんないじゃん。誰かわかんない人のね、お家を燃やすことはできないってことは嘘だってわかるよね。じゃないの？そういうことでしょ？特定なんかできないのか、誰に向けて言ってるかわかんねえんだから。不特定多数ってマッチが何本必要なんだよ。うるせえな。はい、外れー。はい、最後の一枚。もう、最後の一枚ですよ。はい、当たり、7000で終わりました。じゃあ、おつじょりでーす。今日は7000でした。あとはメンバーシップでやります。メンテコにさよなら。